ちょっとまず謝罪からしなきゃ、はい、先日の、はい、なんだっけな25日ぐらいになんか、うん、夢のなコラボ配信っていうのを予定していたんですけど、ちょっと言ったんですけど、なんだっけね、時間が、あ、そうそうそう、うん、なんか時間がなくてすいません、1時間しかできなさそうだったので、うん、そう、1時間しかできないならちょっと今度またやろうって言って、ゆっくりやりましょうということで、すいません、ちょうど公園あるし、そうそう、だから延期してしまったんですけど、やりました、よろしくお願いします、お願いします。何から話そう、わかる、なんか話すことあるけど何から話せばいいか、わかる、何話せばいいんだろう。傘ありがとうございます。もうちょっとエフェクトかけたい、エフェクトむずくない、かけるの、うん、でも滑らかさっていうのいいね、なんかすっごいさ重い配信が、めっちゃ見てカクカクしてる、ほら、ほんとだ、傘ありがとうございます、え、めっちゃ重い、スムーズ、うちは何話そう、わかる、え、ほん、なんか一回切った方がいいかな、夢っていうレベルで、ほら、なんか、遅い、動きが鈍い、そう、いる、うん、まあ、まだいいかな、ゆめちゃんの方くるくるしてる、え、できてるんですけれども、なんか配信絶望的になったら音が聞こえない、親子ハートありがとうございます、傘ありがとうございます、なんか絶望的そうだったら玉使えるね、ちょっともう玉古すぎるかもしれない、音がないって言われたらちょっと私一回切るね、あら、ゆめちゃんくるくる、重たすぎて無理、本当だ、ゆめの配信をご覧の皆さん、今ゆめちゃんの配信が、切れ一回切ってやり直すという感じになりそうです、うーん、まあやり直し作業になっております、少々お待ちください、生放送だからね、そうね、そういうこともあるよね、これっても全部リセットされちゃうのかな、え、でも何分以内に始めたらとかあるよね、あ、そうなの、頑張って、え、めっちゃクルクルしてる、え、なんか雲行きが怪しい、もうダメだよ、頑張れ、やだ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 、なんかダメそうなんですけど、あ、でも、あ、さっきより軽い、軽い、うん、始まり結構怪しかったけど大丈夫わかる、え、エフェクトかけたせい、そんなことないよね、え、これどうやってコメント出すの、消えちゃった、めっちゃ熱い端末、変えたら、やだ、あ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 、オッケー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 、あ、でも、お、お、あ、お、大丈夫大丈夫大丈夫、戻ってきた、うん、戻ってきました、ありがとうございます、おかえりなさい、ただいま、でもこれ音聞こえてないって言われたらどうしよう、音聞こえてないって言ったら私たま使える、皆さんどのような調子でしょうか、固まった、ふん、不安って、もうやめる、夢ショールームやめる、もう今日中止です、もう今日やめる、本日の配信中止に至ります、もういい、大変、突然のお知らせとなって申し訳ありませんもういい、本日の配信以上で終了になります、ありがとうございました、皆さんお疲れ様でした、でも、うん、ああ、うん、どうしようかな、そうだった、一回試してみ、あ、そっか、え、そうやってもう配信されてんの、どうしない、ほんほんほん、どうしようかな、下げる、
あー、はいはい、よくなっちゃう。ああ、でもあここかもしれない、いいポジション。今ゆめちゃん頑張っております。今頑張っております。そう、同じ画面にちょっと映れないので、そういう ね、ちょっとバイバイ、ね、あ、配信中いろいろあるんですよね。皆さんご察しの通りです。さあどうなるでしょう、このコラボ配信。もう始まりから大変。まあ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 、セーフ、セーフあり。あ、いけるいけるいける、オッケー、はい、再開しました。すみません、皆さん大変長らくお待たせしました。ゆめさんの配信再開となりました。申し訳ありませんでした。ちょっと一回これじゃ電源さ落とすね、うん、めっちゃ熱い携帯。うん、お疲れ。もうダメだよ、もう用なしよ、あんたにはがっかり。かゆいかゆい。よし、やだな、こっち使いたかったな。なあ、まあいっか、もう10分経っちゃった。どうも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 、誠にすいまめん。ふふ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 。配信できない、誠にすいまめん。なんかさ、うん、あんたさ笑い方がさ最近映ってきてるんだよね、うん、嘘でしょ、やめてって思いませんか。なんかえへへの方も映ってるし、えへへへはもともとだよ。えな、違うよ、絶対もともと絶対ゆめの真似したんだよ。それはね、ずっとある。違うよ、それはマジ。じゃあもうゆめの友達に電話していいよ。分かった、電話しよう。もしでもさ、あなたはさ、うん、ゆめの友達と友達なんです。うん、あのじゃあ仮面つけよう、うん、ゆめ仮面つけるの最近ハマってるから。ああ、ゆめの親にも仮面つけた。そうそうそう、その話まずですよね、うん、あのようこちゃん、夢の友達、夢の友達、ようこちゃん、ようこちゃんっていう友達がいるんですけど、私には、はい、で、あのようこちゃんね、はい、あのようこちゃんと、はい、こう本当に変な話なんですけど、はい、ようこちゃんっていうお友達と私は仲がいいんですけど、そのようこちゃんはまたね、あの別のお友達と仲も良くって、うん、仲が良くって長野でね、そう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 、え、なんです、せつこちゃん、せつこちゃん、その人の友達、その人の、私全然赤は他人なんですけど、ようこちゃんの、うん、私、ようこちゃん、せつこちゃんなんですよ、はいはいはい、で、せつこちゃんと私はまあなんとなくなんかこのようこちゃんを通じて、まあなんとなくお互い知ってはいるけど、ずっと話したことがないし、うん、なんかこう LINE とかもしたことがないタイプ、なんか間柄だったんですけど、うん、なぜか一昨年ぐらいにそのようこちゃんが新潟に来るってなって、うん、なぜかせつこちゃんも来たんですよ、うん、私呼んだんだか本当に覚えてないんですけど、うん、でなんかようこちゃんとせつこちゃんと一緒にご飯食べに行こうってなって、それ公演後だったんですよね、うん、で公演後にゆなこもいて、何の公演だったか、うん、パーティーか、パーティーの公演、パーティー公演でゆなこに、え、うん、来るみたいな、なんで夢もね、えなこに声かけたかわかんないんですけど、うん、なんか私の友達今長野から来てるんだけど一緒にご飯食べ行くみたいな言って、本当にね変なメンツでお寿司食べに行って、だってさ、うん、ゆなの友達の友達の友達と、うん、ご飯食べに行ったってめっちゃ思う。確かに超他人。そう、なんかゆなこの友達の友達の友達、まあ、そのせつこちゃんから見てもせつこちゃん、ようこちゃん、ゆめちゃん、ゆなこちゃんも本当に意味が分からない、この横並びの一列でご飯食べに行って、まあそれはね盛り上がるわけもなく、うん、なんか本当になんかみんな人見知りで、でも何喋ったか分かんないけどなんか喋ってて、ね、なんかでもなんか喋ってはいたよ、それなりに喋ってはいたんだけど、でも大した盛り上がりを見せずに、分かる。でっていう面識はあったんですよ、うん、っていうレベルで、うん、でだけど
たびたび私ってなんかこう友達少ないから、うん、なんかそのね陽子ちゃんの話がよく出てくるんですよ、夢だなアイルでは、うん、ですごいねもう陽子ちゃんのこと、あの私は陽子って呼んでるんですけど、ゆなこも陽子って勝手に呼んでる。ハドルもありがとうございます、虹ありがとうございます、そうそうそう、あ親子どもありがとうございます。であのなんだっけ、そう、うん、で陽子はゆなこのことが好きなんですよ、うん、結構なんかその陽子ちゃんと私結構 LINE のやり取りするんですけど、うん、なんかゆなこちゃん可愛いみたいな、ゆなこちゃんみたいな結構言ってて嬉しい。で嬉しい、なんか一期生の推しはななこさん、ドラさんの推しはゆなこちゃん、二、うん、期の推しはゆめたんみたいな、元気の源はかえりちゃんって言ってめっちゃおもろい、そうそうそうっていうね、なんかそういう定型文が作ってて彼女は、うん、あ親子丼ありがとうございます。で、なんだっけな、なんかお互いその陽子ちゃんと私が喋る時もゆなこの話をするし、ゆめ、うん、と喋ゆなこと喋る時も陽子ちゃんの話をするし、うん、たまに名前が出てきます、ね、そうそうそう。でこの間ひょんなことで、あの陽子ちゃんに連絡をした時に、うん、とうとうあのゆなこと陽子が LINE を交換して、うん、とうとうでも私もね、いつするんだろうなこの人たちって思ってたんですけど、友達だ、そう、今から電話かけるしかも多分気合うんですよ、なんか小判ありがとうございます。そう、それが最近の一番のビッグニュースで、あの1時間弱2人が電話してて、私ドン引きみたいな。お母さんありがとうございます。いや面白くない、なんでめっちゃ面白い、長野に友達できたんだけどまあいつでも長野行ける、だって長野行ったら泊まる先がいっぱいある確かに、あの近なっちと三代にも長野市にも上田市にも、すごいコンポ、母さんありがとうございます、コンポ、コンプね、コンプって言っちゃった、コンプで、だからこれはなんかゆなこの友達にゆめのことが好きな子がいるんでしょ、うん、はい、いる、いるね、いるでしょ、いるかな、え、本当にいるでしょ、ええ、ええ、いないの、ええ、待って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 、怖い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 、言っていいか分かんないからちょっと文面で聞こう、分かった、ちょっと怖い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 、今ねすれ違いが起こってます、え、どういう冗談、どういう冗談、ええなんか私友達あまりにそんなにいないんですよ、で今連絡を本当にねよく取る人ってね、もうこれくらい、これぐらいなんですよ、なんこれぐらい、これぐらいなんですよ、え、これさ、ああよかったよかった、ああ言ってたかも、よかった、え、言ってたかもじゃなくて、かも言ってたの、言ってた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 、え、これ話していいの、なんか私の、うん、話して、私の、うん、そう友達がそう、なんか私がドラさんで入ってから2期生のオーディションがあったじゃないですか、うん、それで2期生のオーディションを受けたんですって、あ受けたんだ、え、受けた、多分、え、受けたのかな、でも受けようとしたのか、うん、多分でも書類でダメなのかダメだったか分かんないけど、うん、でもそう、なんかでそれの時に、うん、なんか夢を見たいからみたいなことを言ってたんですよ見に行くみたいな夢を見たいからオーディション受けるかな、なんかでも違う、なんか初期のような子、私は嬉しいから一時期を覚えてるんですけど、いや全然覚えてないの、ごめんなんか夢に、うん、何やっけな、夢に、そがび夢に会いたいから NGT 受けるみたいな、え、待って、もう言ってくれたよ、ねえ、ごめんね、本当にごめんなんだけど、もうその子とあの連絡を取ってて NGT の話を一切しないの、はやー、だから夢の話してないのなんで、傘ありがとうございます、言ってくれたじゃん、小判ありがとうございます、でももう一人、うん、NGT でゆめちゃんが可愛いって言ってた子がいたのは覚えてる、でもそれはまた、うん、今のが A ちゃんだったら、うん、C ちゃんです、
誰今のは誰今のは誰夢ちゃん夢そこは夢に会いたいからオーディション受けるわは A ちゃん A ちゃんもう B ちゃんでいいやあ B ちゃん B ちゃんですどっちもいいわえ待って待って待って B ちゃんが、うん、そうそれを言ってたでもめっちゃ昔 A ちゃんって誰 A ちゃんが今言ったそのオーディション受けようかなみたいな受けたのか受けようとしたのか分かんないけど夢に会いたいから受けたのははそれが A ちゃんだったえ B ちゃんは誰 B ちゃんは、うん、でもめっちゃ前に言ったでも今のことが可愛いってそう NGT なんか私が入ってから NGT を、うん、調べたりなんか多分見たりして、うん、そう SNS とか見て、うん、夢ちゃんが可愛いって言って思い出したあったねそう言ってくれてた子がいたなっていうのは覚えてる誰もありがとうございます同じこと言わないテテル坊主ありがとうしーちゃんって誰あしーちゃんは別に関係ないあのね今何故か B ちゃんを飛ばしちゃった面白いなんかその子が B っぽくないなって思って勝手に C にしちゃったのどうでもいいんだけどそうだねかよかった思い出して本当だよはぁ、あはあ、びっくりした、はあ、焦ったでもさサラの話サラの話したこの間のあーしていいかなえダメかなわかんないわかんないいいんじゃない別に変な話でもないなんかサラが、うん、サラの友達に、うん、なんか NGT マンふわっと知ってる子がいて、うん、でその子がなんか有名な推しだよみたいなゆな子のこと好きだよこの子違う夢のこと好きだよって言ったの違う2人いたの友達があでそのそれぞれがそうそうこっちが夢 A ちゃんが夢またまた A ちゃんそうそうそう A ちゃんが夢のこと好きだったそうそう夢かわいいみたいなそうかわいいみたいなで B ちゃんはゆなのことかわいいみたいな言ってくれてたそうって聞いたんですさらそうそうそうさらからはねそうさらから言うにはねそうで私たちそれ結構前に言われてそれはずっと結構信じてきて、うん、信じてたサラの友達にそうやってユナのことを可愛いって言ってくれてる子がいるんだなっていうのは知ってたんですよ、うんうん、もう私たちは、うんうん、そうって思ってたらねでもなんかこの間サラと会った時に、うん、なんかサラがなんだっけなサラがその子に向けて、うん、なんか今夢ユナと一緒にいるんだみたいな、うん、LINE をして、うん、そしたらそのユナ子が好きだっていう B ちゃんの方が、うん、誰みたいなそうそうゆめゆなって誰みたいなえみたいななんだっけユナ子とユウだっけユナ子とユウが好きみたいなあみたいな言ってたらしいのにユナ子って誰みたいな LINE が来て悲しかった私はみたいな全然好きじゃないじゃん全然好きじゃない星さんありがとうございます全然好きじゃないじゃんと思ってそう嘘じゃんって思ってでもゆな子も割と期待してたからなんかこう喜んでくれてかなんかこう「えゆな子ちゃんいるの?」みたいになるかなみたいなんでそうそしたら「ゆな子って誰?」みたいなわかるもうなえたよね気持ちがなえたでそう、うん、夢の方はどうだったそうであの夢のことが好きって言ってくれてるお友達に、うん、あのサラがねこう LINE してくれたんですよ今あ違うそれの時はもう怖かったから、うん、NGT で誰が好きなのみたいな LINE をしたんですよ、うん、サラがそうそしたらゆめちゃん結構ねあ結構5分ぐらい経って、うん、5分ぐらい考えてくれたみたいで、うん、ゆめちゃんと、うん、ゆなこちゃんとみゆみゆが可愛いと思うなって結構いたそうでもまあ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 忖度のできる友達というか、まあ、私たちがやることは多分知らないですけどなんか結果的にまあ平和に終わったそう結果的にはねでもさらにさ、うん、夢とゆな子とみゆみゆとかめっちゃ系統わかるじゃんって言われて、うん、言われた絶対その次に好きなの青あ絶対そう絶対そうその次より春来る絶対そうあとひなたさんあ絶対そう一期生だったらひなたさんとかくまありがとうございますいやでもよかったねちゃんとしたお友達がいてそうだからその夢の、うん、そう友達のなんだっけ何子ちゃんだっけようこちゃん、うん、ようこちゃんと電話した時に、うん、なんかようこちゃんみたいな反応してくれて私はもうそのサラのがあったからもう、うん、誰みたいなそうそうそうしかも一回会ってるから一応存在は知られてるはずって感じで、うん、そうなんかさなんだっけどっちかに電話したんだよなんだっけてるてる坊主ありがとうございます多分
多分でも ゆめ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 が好きなお友達に一回た確か電話したんです。あ、そうだ。そしたらなんか今ゆめのがつないみるやんみたいなサラが言ったら、うん、へえって感じだったんですよ。全然なんかもうわかる、そうそうそう、なんか NGT として見てくれてなくて友達の友達みたいな、なんか私たちはちょっと期待したんですよ。なんかえゆめちゃんってなこちゃんなのみたいな、ちょっと期待するじゃん、そんな可愛いって言ってたみたいに聞いたらさ、素で期待するよね。 そこまでいい反応がなくてもさ、ちょっとちょっとね、そうそうそう、期待したら、傘ありがとうございます。したらさ、へーみたいな言われて、にじゃありがとうございます、へーって言われた後に、私これからお風呂入んだよねみたいなそうじゃん、やる気ないすぐ切られてすぐお風呂行っちゃって、悲しかったね。で、親子ハートありがとうございます。あ、そう、それで私が、うん、の陽子に電話した時に、うん、この間そういうことがあったから、うん、ここで挽回してあげてって頼んで、うん、そしたら、うん、ゆのこじゃんみたいなことを言ってくれて、挽回された。私はもうそれでもうご機嫌でもね、別に元気の源はかえりちゃんなんで、そうだから私は元気にしてあげられないの。あなたでは、私はもう友達になっちゃったあなたでは陽子に元気を与えられないお花ありがとうございます。でもなんかさ、その、うん、そのゆなこが一番仲いい友達が A ちゃん、うんうんうん、あ、そうなんだ。うん、でもその二人で、その二人が同じぐらい、うん、え、待って、でも今 A ちゃんのさ、わ、うん、かるんだけどさ、 A ちゃんのことは、うん、知ってるよね。その子が可愛いって言ってくれてたんだ。うん、え、嬉しい。その子夢より可愛いんですでもめっちゃ可愛いんです。そう、夢より可愛いんです。嬉しい。その NGT を受けようかなってもう思う時点でもう可愛いんですよ。もうそのアイドルのオーディション、その子受けようとしてたの。え、そっか、ゆうきじゃん。あれ、みーちゃんは誰。なんかみーちゃんはただ、そのゆなが入ってから SNS とか見て夢のこと可愛いなって思ってた子がみーちゃん。あれ、待って、 A ちゃんは、 A ちゃんはみんな夢のこと好きすぎて困る。何言ってるんですかね。かわいい、ありがとうございます。なんだっけ、 A ちゃん、うん、え、そう、かわいい子でしょ。うん、夢が知ってる、パッて思いつく、うん、私の友達、うん、が A ちゃん、が A ちゃん。 B ちゃんのことは多分知らない、あなた。え、私見せたことない子。あ、そう。うん、みーちゃんオーディション受けようとしてた子。え、だからじゃあもうえ、かわいい、ありがとうございます。え、って A ちゃんって傘ありがとうございます。あ、そうだった。クマありがとうございます。そうだ、え、待って、今ってさ、その子にかわいいって思われてたの、うん、え、多分。でも今全然その NGT 話してないからわかんない、忘れちゃった。いや、違う、忘れちゃったの。なんかその当時夢のかわいいって言ってたことを忘れちゃった。待って、え、やっと今一致した。そうだ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 、うん、今勘違いしてたわ。全然別人のしーちゃんを作り上げてた私。そうだ、その子が、そう、マジで可愛いんですよその子、うん、私ゆなこの、ゆなこがなんか地元で帰った時のプリクラとか全部見るんですけど、うん、めっちゃ可愛い。そう、可愛いんです。だからそんな可愛い子に可愛いって言われて嬉しい。よかったね。絶対お世辞だよお世辞で言わねえよ友達の嬉しい。親子ハートありがとうございます。で、そう、ゆな、なんかゆなも割と A ちゃんのこと好きなんですよ、うん、だからいつか時間の問題ですね友達になりたいな面白い。でも私が危惧しているのは、うん、A ちゃんと陽子がいつか友達になっていそう。それめっちゃ面白いよだってどうしよう、 A ちゃん。しかもみんな気合いそう。わかんないけど、わかる。ここで気合って、そこで気合って、うん、ここで気合うならもう全部合うよみたいな。でも A ちゃんってどんな子なの。そんなさ、 A ちゃんって本当に顔が可愛いからさ、うるるるみたいな感じだと思えないの私は。うるるみたいな感じ。え、全然うるるって感じ。え、そうなんだ。じゃあ気合うわ。わかんない。へえー、じゃあ紹介してね今度。そう、でも私はなんかね、その A ちゃんとの付き合いは高校だから、うん、1年1年足らずなの。うん、夢も。あ、だってようりょうこと夢だってここ。あ、そっか。でもうるみたいな子だよ。じゃあそんなもんだよ、ね。面白い。1年経っては人間って本性が見えてくるもん、ね。見てくるもんだ。
面白い。嬉しい。じゃあ今度紹介してね。いいよ。やった。面白い。でも喜んでくれないよきっと。うん。うん。おもろい。おもろかった。あ、思い出せてよかった。そういう曲。で私あのお母さんの名前をつけたんですけど、ああ知ってる？言ってないよなの。え、言ってんじゃん。え、お母さんしないんだもん。ありがとうございます。あ、そうなの？なんか私。あのゆなこのお母さんと仲いいんですけど、はい、ゆなこのお母さんと私が仲良くて、ゆめのママとゆなこはまあそこそこ、うん、でも今日 LINE してた。今日 LINE？ はあ？何 LINE することあったの？怖い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 。何も LINE することなかったでしょ。え、前から LINE してた。前から LINE してた。でも私が返事を1日抜かしちゃって遅めの返事になってごめんなさいっていうご返事をしました。気持ち悪 い、 いやそうだからさ、仲がいいんですよお互いの親と。で私ショールームであのゆなこのお母さんの話をしすぎてて、ゆなママっていうのもゆなこのお母さんっていうのもめんどくさくなってきて、とうとう名前をつけたんですよ、みつこ。なんとかこうってつけるの好きで、みつこっていう。え、じゃあ夢のママにも名前つける？もうついてるの。あなたはつけたじゃん、なおこ。え、なそれちょっとあんましっくりない。え、そうなの？だってあなたはなおこって言った。夢はさ違う名前にしたかったの。夢は覚えてないけど。え、じゃあゆな今からつけた、うん、こうじゃなきゃダメ？なんでもいいよ、みさえとか。あ、いいね。え、迷う。迷うな。ともこで。ともこ。みつことともこね。そんな変わんないよ。みつとも。みつとも。そうだからさ、だからファンの方でさ、みつなおって言ってる人がもう。まなしな VS みつなおみたいな。それもう親なのよ。面白い。そう。今からともこになりました。ともこにしました。ともこ感ないよ、うちのママ。え、でもなおこでもなくない？なおこじゃない、うん、みつこでもなくない。でも、あ、星ありがとうございます。いいね、みつこちゃんとね、みつこちゃんと漢字ついてるの、うん、あの満足の満、うん、満足の満でみつこ。いいじゃん。ともこもつけよう。あれ、見あれしか思いつかない。月みたいな。ゆうこっぽくない？違う。ゆうこでもいいけどさ。いや違う。でもみつゆってちょっと違う。あ、ちょっと違う。そういうの大事だと思う。みつともみつともだな。なんか銀行の名前みたいな。三井あやこだん、ありがとうございます。ともこの漢字決めよう。いいよ。じゃあちょっとあと何がある？わかる。ともこ、あー、汁に火。あー、そっちの方がしっくりくる。あ、ほんと？あ、確かに。あ、汁に火がいいな。じゃあ汁に火ね。汁に火で、ともこで決まりました。あの明智光秀の地です。あ、だって、光秀住みたい。そうだよ。え、分かってくれるかと思った。分かんなかった。なんだっけと思って、その友のさ、なんかその騎士官っていうのはどこから来たんだと思った。本当に銀行だった。光秀だよ。かわいい、ありがとうございます。私たちのお母さん銀行。最悪。私たち親のこと何だと思ってるの。いいね、ありがとうございます。いいのか。いいみたい。おもろ。そう だけど、うん、なんか一瞬こうさ喋ってる時に本名がよぎるんですよ、うん、だけど、わかる。そう、いやー、みつこみつこみつこ。そしたら、うん、この間、うん、みつこから LINE が来て、なんかしかも漢字付きで、うん、なんかショールームでみつこの話たくさんしてくれてありがとう、みつこよりって言って。やばい、面白い。漢字付きで、だからね、やばい、絶対ね、ってかもうね、みつともね、どっちも絶対この配信見てると思うの。
っちゃうじゃん。はだるまありがとうございます。だからさ、本当にもうさ、ショールームを見てくれてなんかさ、はってね、なんか実家帰ったらはっと話してよ。あ、実家帰ったらなんかお母さん公園かショールームを一緒つけてるんですよ。違う、なんだっけ。でなんかさ、うん、そうで、なんかリビングでショールーム、誰かのショールーム見てんなと思ったら夢の見てたりするんですよ。私は実家に帰ってね、親子水入らずをね、なんかそういうね、いろいろ、うん、そう、なんか親子で早話すこともあるんじゃないのって思うんですけど、なんかショールームつけてるんですよ。なんか BGM、 なんか BGM みたいになんかショールームつけて、面白すぎる。だって娘が青森に帰ってきてるのに新潟にいる娘の友達のショールーム見てるんだよ。わかる、娘を見てよ。面白い。どちらかというと多分ショールームメンバーみんな見てると思うけど、一番多分優先順位一番いや、だってそうだと思う。多分三つ子ランキングで一押しだと思う。三つ子選抜センターです。三つ子選抜センターです。私でさ、その時にゆな子に言われた言葉、夢忘れないんだけどね、全然覚えてない。あのね、なんか青い帰っても夢の声聞かなきゃいけないって言われて、夢悲しくて、別にいいじゃんと思って。知られますかね、確かに新潟でゆな子と夢いつも一緒にいるからさ、確かに夢の顔も声ももうざいぐらい見てると思うけどさ、危ない。なんかそれでさ、実家に帰っても夢の声聞かなきゃいけないのかみたいな。面白い。悲しかった。確かに、かわいそう。私実家に帰ってまでひどい。でも実家帰って電話するじゃん。だってしかもね、私のね、うん、お母さんタブレットで見てるから、なかなかの大画面なかなかの大画面にね映ってて、立てかけられてんの、タブレットが iPad で。面白すぎるなんかそうやって考えると、改めて考えるとさ、なんかショールームって全国に放送されてるんだなって思う。わかる。面白い。青森って見れるんだ、ショールーム。テレビみたいに言わないで。放送されるテレ東ってみたいに言わないで。親子ハートありがとうございます。本当にね、でもさ、うん、それでも実家帰ってる時電話するからね。え、わかる。え、してたよね、実家、うん、なんかお互い多分実家に帰ってて、うんうんうん、お互い実家から電話して、そう、ありがとうございます。怖いね、肌っこ、ありがとうございます。私たちこうなんか恋愛リアリティショーみたいなが大好きで、なんかあだこうだ言いながら見るのが好きなんですけど、だからそういうなんか恋愛リアリティショーを見るときは必ず2人で見るって聞いて、そう、2人でさ、お互いさつけながらさ、電話つないでさ、実況しながら実家で何やってるの、実家で。本当になんか実家に帰ってる時間ってめちゃめちゃ貴重なのにさ、分かる。それ分の1時間をまるまる捧げて電話して、しかも多分それだけで終わんないじゃん、電話が、うん、そのリアリティショーを見て終わんないじゃん、絶対その後もう何時間か続くんですよ。ゆなこのママが見てるんだよ、みつこさんが見てるんだよ。面白い。
感じで送られてきた三つ子。しっかり。そう。面白すぎる。でも本当にねしっくりくるの三つ子って。三つ子受ける。三つ子バーサスユナコ。三つ子バーサスユナコ。ユナコ。面白すぎる。そうなるとトモコはどこにいるんだろう今。トモコ。トモコ忙しいのか。でもトモコも見てると思う。トモコはね必ず今の少年を見るんですよ。わかるよ。なんか見てるよ。親ってさ少年を見るからさ気まずいよね。気まずいよね。お姉さんもありがとうございます。ありがとうございます。私実家帰ってさ、うん、なんか実家で例えば、うん、自分の部屋でショールームして、うん、リビングに戻ったら、うん、あの配信のねここ面白かったよとか言ってくる。待ってかわいい。本当にやだ。本当にやだ。本当にやだ。え、かわいい。だからやめてほしいなって思う。面白い。トモコ面白い。みつこ見ないのショールーム。ショールームはめっちゃ置いてるけど勝手に見てる。多分メールも勝手に取って勝手に読んでて。わかる。だってメールさ、うん、なんだろうな、あのねなんかメール自分の名前であだ名作って、うん、なんかなんだろうな、例えば本名がともこだとすると、うん、ともともっぴみたいなあだ名を、うん、なんか名前に登録しててそれで返信してくるんですよ、うん、めっちゃやだ。でもゆなのあれみつこも、うん、めっちゃ全然みつこと関係ない名前、うん、本当にゆなのままの、うん、本名がとみつこが全然違うのと同じくらい違う名前を作って返信してきてて、でもユナは最初知らなくて普通にファンの人と同じ感じで見てたんだけど、なんかこの人絶対お母さんだって思った時があって、なんか文字の打ち方とか文字の使い方でなんか分かっちゃって、そう分かる、なんか母になんか返信してるでしょって、なんか撮るのはちょっと100歩譲って許すけど返信やめてって。彼返信してくるのやだ。しかも偽って自分を偽ってそれは面白い。それは面白い。やめて。母さんありがとうございます。肌子ありがとうございます。ハートありがとうございます。なんかしかも返してくる内容がさ、なんか、うん、今日は頑張って野菜食べましたみたいなメール送ったのとしたら、うん、野菜食べて偉いじゃんみたいな。いやなんか今小学生の時止まってんのかなみたいな。でもめっちゃいいファンの人じゃん。確かに。でもめっちゃ優しい。でも名前がトモトモッピなの。可愛いトモトモッピ可愛い。自分であだ名作って返してくるの。面白すぎる。本当にね、嫌だ。めっちゃ面白い。偽りのみつこ。偽りのみつこ。やめてもう見てんだから今。トマトボーかわいい。おもろい。なんかさ、それ人のさ、うん、お母さんの話だとさ、うん、あ面白いって終わるけど、自分のお母さんがそれやってたら本当に嫌だ。本当に嫌だよ。わかるよ。嫌だ。だから嫌だよ。シンプルにやめてって思う。私19歳なの。もうすぐ20歳。19歳なのにさ、野菜食べて偉いじゃんみたいな返ってくるの。優しい。よくわかん。面白い。ゆめなの母変わってるね。ウルトラの母なんかさ、もうさ、ゆめなのさ、母音が完全にウルトラの母。なんか、とだけ違う。なんか近しい。なんか、う、お、あ。とううあううわううおわあそうかううえうわかほぼ一緒、うん、ゆなの母で今横にいるのお母さんって。違うこの影、この人影は誰もいないですよ。やばい、面白すぎ。はあ、面白かった。でももうね、今話したいこと終わった。なんだろう、もうないよ。ないの？ちょっと公園の MC に残しといた方がいい話。確かに。でも10時ね。ゆなフォトログ書いたのに投稿できなかった。待って、春のフォトログ書いたのに最悪、明日投稿しよう。悲しい。
明日投稿しよう。明日朝一でしよう。ごめんね、ツイートもしてない。え、わかる。おやことありがとうございます。やばい、ツイートしなきゃね。まあまだまだ、ね、まだ2時間まだ2時間春の時間。え、あのさ、うん、メンバーがさ、うち来た時にさ、うん、夢が一番まともな、うん、寝方してるみたいな。やっぱじゃあ名前合わせていいよ。え、名前、そう、名前伏せて、伏せればいいかな。もちろんめっちゃ前の話なんですけど。そう、親子のありがとうございます。星もありがとうございます。あ、いい、話してよ。いいですか、今自分で。いや、まあ、そこまでって感じです。あのめっちゃ前に、うん、レナンチにこう夢、もう夢はもちろんいるんですけど、うん、夢プラスあと2人、2人、うん、2人、あと2人ぐらいメンバーがうちに来てて、うん、A ちゃんと B ちゃんで、 A ちゃんと B ちゃんが来てて、でなんかもう寝落ちみたいな感じで、うん、夜もうなんか気づいたらみんな寝始めるみたいな感じで喋ってて、うんうん、で私ベッドがあって、うん、ベッドのこのベッドのこの枕が あるんですけど、枕のところに A ちゃんがいるんですよ。 A ちゃんが普通に枕使って、 A ちゃん普通に枕使って寝てるんですよ、うん、寝転がってるんですよ、うん、でそのなんかベッドの中腹っていうんですか、なんか真ん中ら辺に B ちゃんが寝てて、うん、顔なしじゃなかったっけ。あ、2人がわかんない、頭揃ってなかったっけ。あ、でもそんな気持ち、ほぼ覚えてないけど、なんかもうベッドの3、もう4分の3ぐらいを、4分の3をその2人が埋めてるんですよ。とりあえず4分の3、2人が埋めてて、私はこのベッドの端のここに寝てたんですよ。しかも普通にシングルベッドだから、そう、本当になんかもう足もここら辺まで、もうベッドのここら辺まで来てた。そうだから本当に私はほんと隙間を縫って、しかもユナコのベッドって足元全部ペンギンエリアだから、そうだから私はペンギンを枕にして、あの頭の方向逆にして、ほぼ場所内に1人ずつ逆にして、もう縮こまってこんなで寝てたんですよ。で夢はなんかカーペット床になんかかろうじて床にいるんですよ。だから夢だけ、夢がこの中では唯一なんか良識のある、でもなんか冬だった、なんかさ、うん、冬かな、冬だったから、うん、なんかすごい分厚いカーペットがあって、うん、夢はそこに一人で枕敷いて、布団用意して、しっかり結構しっかり体勢作って、しっかり足伸ばして、そうそうそう、だから全然ゆな子よりはいいから快適な暮らしを送っていた。そうで、私朝方目が覚めて、で一瞬起きたんですよ。起きてちょっとベッド出てしまったんですよ。ちょっと待って、思い出した。私完全に思い出したもん。私、うん、そう、私が間違いだった。一回ベッド降りてしまった自分がミスだったなって思ったんだけど、そのベッド降りて戻ってきたら、その朝めっちゃ早朝だったんです。本当なんかもう深夜と朝の間ぐらいの、うん、だからもう一回戻ってもう一回寝ようとしたら、二人がなんかもう気づいたらもうベッド全部占領されてて、なんか唯一あったね、そう、スペースがなくなってて、でも今知らない、それ寝てたから、そうそう、夢は寝てた、てかみんな寝てたんだけど、うん、そうなくなってて、私も戻って寝る場所ないなって思って、本当に床に、あのフローリング、あのカーペットも敷いてない床に、カチコチ、そう、買った床に、なんか枕っていうかクッション、本当お尻に敷くクッションだけ買って、頭のところに置いて、それで一人で寝てたんです。夢でカーペットを埋まっているから、あえて夢のこと悪者にしないで、ごめん。でもさ夢もね、思ったの、なんでさ、そのちっちゃいところ縮こまって寝てる。そう、縮こまって寝て、それでさ、普通にさ、うん、一晩寝られたのもすごいなって思ったし、だけどなんか明け方なんかホタタンって音がして、なんか本当にベッドに、あ、床に人が落ちてくる音がしてって思ってる。目覚めてカーペットの上で目覚めて、そしたらゆなこが床に突っ伏してもう寝てて、もうこうやって寝てて、それさ、って思って、布団をかぶって、じゃないよ。でも
いや。って思って、だけど寝ぼけてるから、あ、ゆなこ今床が恋しいのかな、寝よっかみたいな感じで、今もなんか分からなくて。面白い。でも落ちたのかと思ってベッドから。あ、それはやばい。それではない。それは自主的に床に寝に行った。だからもうきっと膝から崩れ落ちたんだろうね。そうね、あ、落胆した。絶望して絶望して床に転げました。面白すぎる。面白い。明け方っていうか翌朝もずっとね床の上で寝てて、なんか顔かわいそう。ちょっと寒いのにね。あとでそうだよ、冬だったよ。なかなか寒い時期にさ床で、冷たい床で寝てて、家主本当にね、わ、疑ってはね、ここ自分じゃっけみたいな。でも夢の最近のね決め台詞ね、うん、早く帰んなよ、なんかねえ、だからうちなのよ。なんかゆなこんちに来ては早く帰んなよっていうのが口癖。なんか結構夜遅くなって、うん、まあ10時とか9時とか、うん、ゆなこんちに来て9時とか10時とかになって、うん、ゆなこ帰んないなと思って、いや、もう思うね、帰んないなって思うだよ。そう、ゆなこいつ帰んだろうな、そろそろ風呂入りたいのになみたいな思って、ゆなこいつ帰んのみたいな聞いたら、いや、ここうちなんだけどって言って、あれそうだよ、あれじゃないんだけど、あれじゃないんだけど、そこはボケであってほしい、ガチボケで言わなくて。あ、ありがとうございます。あ、待って、ギフト読んでって。傘と花束と親子丼と星、ありがとうございます。あ、面白い。いや、面白い。なんだっけ、なんだっけ、もう一つ話そうと思ったけど忘れちゃった。なんだろう。そう、昨日さ、夢さ、うん、なんかさ、夢ね、昨日家に帰ったタイミングは多分一緒なんだけど、うん、今家に帰った瞬間ね、うん、本当にもうね、うん、一瞬で寝たの、うん、で私あのなんだっけな、2時頃からメールかけなくって、うん、なんか結局あやすみメールもかけずに寝てしまって、本当にもう家帰った瞬間寝ちゃって、うん、そしたら翌朝、翌朝ってか今日の朝、うん、今朝ね、メールを読んだら、ゆなこも、ゆなこも寝落ちしたって書いてて、そう、しかもめっちゃ同じこと書いてなかった、そう、しかも全く同じ時間に届いて、そう、ゆなこもさ怖いよね、もう寒気した、今死んだって思った、わかる、あの世かと思った、わかる、しかもなんかめっちゃね、なんか夜中に一回起きたんだみたいな、そう、なんか、え、それまで一緒で怖い。そう、でも今夜中5回ぐらい起きてる。でなんかでも起きるためになんか寝落ちしたことに気がついて絶望するから、寝たふりして、現実受け入れられなかった。そうそうそう、ありがとうございます。寝たふりして、で公演がさ次の日ある日の前日に寝落ちするって結構やばい。もう絶望、結構絶望なん、絶望的。公演の前日はさ、もうさ、あのなんていうの、もう、はもう9時にはお風呂入って、ね、マッサージして、なんかパックして、うん、ちゃんとボディクリーム塗って、うん、うん、メディキュット履いて、はい、むくみ取って左右飲んでみたいな、もうそれぐらいのレベルでさやるじゃん。早く寝るのに、そうそう、12時前にお布団入ってみたいな、うん、分かる。だけど昨日の夜は本当にクタクタだったから、分かる、なんかもう無理って思って、今家帰った瞬間寝てみたいな、うん、諦めた、路上で寝なくてよかった。2人ともね、昨日金曜日だったしさ。夢な路上で保護されるみたいな。公園全然最悪、まだひな公園だから戦えなくなっちゃうから、もう最悪すぎる。面白い、たまに入れ替わってるのかな、のかもしれない。怖い。あ、そう、ドイツ人、そう、その話したなんか、それ話して、あなた、え、公園で話したのと同じ話で、全く同じ話して、あの、これ見てなかった方のために、あ、そうですね、なんか帰りがね、うん、あの、まあまあ、インスタのストーリーで質問返しみたいな、うん、ファン、あ、待って、今聞くと楽しくなく、ファンの方の質問返しみたいなのをしてて、うん、でその質問の子でなんかこうちょっと悲しいことがあった時とかどうしますかみたいなので、うん、帰りがこう最後の一行になんか、でもゆなこんちには行きますみたいな、うん、なんか、あ、なんか家にいることが多いみたいな感じで書いて、最後にゆなこんちには行きますみたいなこと書いて、うん、でそれだけ見ると、まあ、かえりとゆなこが仲いいんだなみたいな感じに見えるじゃないですか、うん、でもそのかえりが
そう、別にまあ別に何も悲しいことなくても来るんですけど、あの人別に何もなくてもまあ割と結構しょっちゅう来るんですけど、まあ帰りが来れば来る時はもうゆめもいるんですよ、うちに。そう来てるから、なんかそう帰り、夢的には帰りのストーリーに、まあ話し事があったら夢なに相談しますみたいな、うん、そうやって書いてほしかったの、夢は押してほしかったと。でそれを帰りに行ったんだっけ、うん、そう言った、そう言って、なんで夢の名前書いてくれないのって言った。そう、そしたら帰りがまだそこまだえなんだっけ、ま、そのままだ、もうちょっとそのまだにもうちょっと、もうちょっとえ、でもなんて言ったか覚えてないけど、でもえ、なんかえ、ごめんみたい なんか、あでもユナコンチにいるとき、ユナコンチ行くときはユメもいるじゃんみたいな言い方されたけど、でも私はファンの方に向けて言ってほしかったの、ユメとも仲いいよって、うん、ユメユナと仲いいよみたいな、アピールしてほしかった、そう、あ、そうだ、そうって言われたんだ、そう思い出した、誤解します。あそれでなんかその後にもなんかカイリがユナのことをあの遊びになんかこの日、あこの日っていうかもう当日に今日空いてるみたいな聞いてくれて、うん、で私はその日ダメだったんですよ、うん、でだからダメって言ったら、うん、なんかその日にストーリーでそう今日断られたみたいなのを書いてて、うん、そうでそれを見た夢が、うん、自分は誘われてないみたいな、うん、今日誘われてないぞみたいな、うん、なってなんで誘ってくれなかったんだっつって、うん、でそれでもうあれだっけ、名言出たっけ、名言出たそうそれで夢のはもう同一人物じゃんみたいな、だから片方に連絡すればもう片方にも行くじゃんみたいな、そうそう同じじゃんみたいな、 で実際その日にユナはダメだったけど、うん、夢もその日ダメで、そう結局誘われた日ね、うん、そう誘われても、うん、まあ、夢に声かけたとしても別に行けはしなかったっていうだからあながち間違ってはいないんだよね、間違ってないんですけど、うん、手法はそうだけど、うん、シンプルに悲しかったのだから悲しすぎて、昨日とうとうカイリとユネとユナコのグループで、ユナコの LINE グループも何があっても絶対ここで LINE してねっていう、ここのグループに行ってねみたいな、そうもう悲しすぎて面白い、カイリから2回も無視されて、おもろいでもさ、そうドイツ人物っていうのが面白くて、そうなんかこう一心同体とか、そうなんか2人で1つとかをよく聞くじゃないですか、ファンの方とかメンバーとか、ね、スタッフさんにも言っていただくので、うん、だけど同一人物って初めて聞いて、そこまで行く同一人物ではないじゃん一応同一人物はね、ないよ、確かに前世が姉妹とかはあったかもしれないけど、うん、でも同一人物ではないじゃん本当にそれ本当に面白かった、わかるって言ってたら帰りから LINE 来た、おもろ、見られてんじゃん、わかんない面白っていうね、ね、でも日のそうでもそのカイリは、カイリから見たら、うん、夢ユナはドイツ人物で可愛いねみたいな、可愛いねっていうかなんか気が合うねみたいな、うん、仲良しだねっていう感じらしいんですよ、うん、だけどひなちゃんから見た私たちって気持ち悪いらしくって、そうなんかこの間ひなちゃんと夢とユナコで一緒にいたら、うん、なんだっけな、あそう夢なんかユナ、夢とユナコが一回ハモってなんか喋る時に結構ハモって、うん、でなんか夢たちそんな仲いいよねみたいな感じで、うん、なんか言ったんですよ、そしたら結構いつものテンションで仲いいよねみたいな、うん、結構ワイワイ感じで言ったら、うん、かわいい感じで、そうそうそう、ひなちゃんがそうだよ、あなたたち気持ち悪いよ、そろそろ気づきなってみたいな、めっちゃもうガチトーンでガチトーンで言われて、そろそろ気持ち悪いよ、そうそうそう気づきなみたいな、気持ち悪いよみたいな言われてそこまで言うみたいな、私悲しかったなんかひなちゃん辛辣みたいな、分かる、厳しい、夢なに厳しい、よく夢な厳しい、だからさ、みゆみゆとカイリは夢なにめっちゃ甘いんですよ、激甘なんですよ、夢なのオタクなの、そう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 、 TO がみゆみゆ譲れないカイリは2番目、分かる、だけどひなちゃんは夢なの母みたいな、それは3つ3つともになっちゃう、分かる、なんだけど、そうひのちゃんはなんか私たちの担任みたいな、うん、分かるよ、ちょっと違う、ね、感性を持ちで違った視点から見てくれてるんですね、なんかね、冷静だね、うん、まあ、でも嫉妬してるんじゃない、あ私たちが仲良すぎ、仲良すぎて、ね、多分、ね、夢ゆなひの時に言ってほしい、あー入れてほしいのか、そう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 嫉妬嫉妬面白すぎる、気持ち悪いってそう気持ち悪いよって本当にガチトーンで言われて、面白い辛辣、ね、辛辣だった、ね、でも分かる、なんか
でもさ、うん、夢がさ最近さ、うん、なんかいやなんか私夢ゆなこんち行きすぎて大丈夫みたいな、なんかめっちゃ聞いてくるんです、正直嫌みたいななんかさっきどう思ってるちゃんと話してちゃんと順調話してその夢がゆなんちに来すぎて、うん、そのおゆながなんか嫌って思ってるんじゃないかってなんか心配さっき本気で心配し始めたらしくてですよね。なんか初期の頃は、うん、結構夢んちで集まることが多かったんですけど、なんかだんだん私人を家に招くのがめんどくさくなってきて、それが例えばゆなこでもめんどくさいんですよちょっとマジでいつもいや汚いからっ、ね、てていうかもう最近はもう夢んちに行くっていう選択肢をもうなくしたもう諦めた私は本当でも1年近く誰も入れてない、もっとかもしれない、何も言わなくてもうちに来るだもん、もう夢に行く、そうそうそう、夢地に行くっていう選択肢がなくなったんですもん。そう、一応ね家は別々なんですよ、うん、一応一応ね別の家に住んでるんですけど、家はあるんですけどでも人を招くのがめんどくさくって、そう、うん、でだけどなんかこうさ、うん、初期の頃はさ、まあ夢地の方が多いって言っても一応均衡は保ててたからさ、なんかこうそれなりに、そう、夢地夢地ゆなこんち夢地夢地ゆなこんち、わかるわかるわかる、そうだけど最近はもうゆなこんち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 、いや本当にそう思うよ、そうそうそう、だから、うん、もう心配になってきちゃって、なんか心配になってきちゃっていいから、なんかゆなこって本当になんか寛容なんですよ、なんか、うん、なんかいろいろさ、いろいろさあるんですけど、エピソードが、寛容エピソードが、なんかありがとう、こういいお話じゃあやめとくわ、うん、なんかなんだろうな、例えば、うん、カーペットにジュースこぼしたら怒るメンバーめっちゃ怒るんですよ怒るっていうか、なんか気にするちょっとみたいな、ね、なんかそうそうそう、めっちゃあーって感じで、なんかなんていうの、なんか DJ しちゃった、なんかさ、なんか怒るっていうか、うん、あーみたいな感じで、うん、必死に焦るよね、そうそう、必死になんか大体そのメンバーだと思うんですけど、私もそういうタイプだから、うん、あーってタイプだからなんですけど、ひなちゃんちとゆなこんちだけは何をこぼしても許されるんですよ。あの、私そんな感じで思えてた。はい、ちょっとそれも先に話す、それも先に。え、ちょっとひなちゃんちの話しよう、ちょっと一回。夢が話すのはちょっともうメンタル、あの心折れるから言って。え、でも共犯だけど。そう別に。そう。でもだいぶ夢が元凶だよ。いや、まあそれはいいんですけど、なんか。うん、めっちゃ前もう土初期土初期ほ本当に加入1年目のな、うん、もう何月か分かんないけど、うん、もう本当に多分1ヶ月経ってないぐらい、そんなに、うん、加入したのが6月だから、あ、確かに夏だと気がする、うん、そう、ほんで先輩たちの公演見てた時、確かに、そう、なんかメンバーで本当初期の頃にひのちゃん家に結構何人かで集まってて、何人と、ひのちゃん覗いて5、6人とかだと思う、そのくらいで集まって、でも可愛いのが先輩の公演を見てたんですよ、そう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 、そう、それを見てて、でなんかもっと可愛いのがイタリアン食べてた、ああそう、イタリアン食べてたんですよ私、そう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 、だから全員でイタリアン食べてそう、イタリアン食べてて、なんかひなと夢が違う味食べてたんだっけ、そうで、なんか私たちって違う味食べてれば違うもの食べてれば絶対交換するんですよで、あなたの羨ましくなっちゃう、わかるそうで交換するじゃないですか、そうでその交換するまでのこう夢とユナの距離がちょっとあってそうそう、ユナ子がユナ子がひのちゃんのベッドの上にいて、うん、夢がベッドの下にいたんですよ、ああそうだ、そうそうそう、その気がする、でそのベッドの下と上のこの間にも人がいたんですよ、そう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 でその夢がそのイタリアンを渡そうとして私が受け取ろうとしたところでイタリアンを落と、もう逆さま、真っ逆さま真っ逆さまに落としてちょっとその子を A ちゃんとしますね、うん、でその子のシャツに、そうシャツにイタリアンを落と、もうバトンボンみたいな、その子のシャツにイタリアンを落としちゃってその子のシャツにで、なんかその子がなんかもう、うん、あーまあいっかって言って、うん、そのシャツ脱いでビニール袋に詰めて、そう、捨てた、そう
が、うん、マジで結構新品で T シャツだったよね。そう、2回目に着るみたいな。でも本当に申し訳なくて、まあ、申し訳ない、今から謝りたい。2人で平謝りで、なんかああ全然いいよみたいな。そう、その子もその子でだいぶ寛容だったんですけど、でも待って、イタリアキャッチを思い出した。名前言っていいかな、名前言っていいかな。イタリアキャッチがあって、イタリアキャッチがあって、なんかそのイタリアンをね、その子のシャツにボトって押したとしたわけじゃないんですよ。丸ごと落としたわけじゃなくて、その子のさ顔の上で落としたんだよ、私たち。ちょっと、そうなの、顔の上で落としたんだよ。そうだ、その子の顔、その子が多分めったに横たわってて、寝っ転がってて、そしたらその子の上、顔の上で、頭上でイタリアひっくり返って、でも、そしたら、カホが、もう無理。あ、カホが、うん、そう、カホが、なんかその子の、もうコンマ何秒、なんかその子の顔の上に落ちるイタリアンを、これイタリアン、ね、これイタリアン行きます。じゃあスローモーションで行くね。はい。あー。これこのキャン、コンマ 0.5 とか。こっち見えてないわ。これイタリアンね。ちょっとスローモーションで。あー。みたいな。わかる。イタリアンキャッチが。そう、イタリアン。しっかりついちゃってイタリアのシミ、はあ、楽しかった。でもなんでその子のシャツも汚れたのにひのちゃん家のベッドカバーも汚れたんだ。だいぶこぼしたね、うちら。やったね、結構。結構やっちゃった。もうアナゴだって、アナゴ懐かしい、アナゴだっけ。アナゴだっけ。どんどんユナコの寛容エピソードから外れていくんだけどさ、でもほぼ覚えてないんだよね、あんまり覚えてないんだよね。ユナもあんま覚えてない。アナゴエピソードなんかけど、なんか回転寿司みたいなおもちゃ。なんかカホの誕生日パーティーで、うん、本当に加入1年目、うん、もう本当に初めての誕生日で、うん、なんか先輩2人とヤヒとユメとユナコとカホでカホの誕生日パーティーをカホの家でしてて、うん、したらその先輩がなんかお寿司の、うん、なんかこう観覧車型で、観覧車だったよね、こうだったよね、観覧車型だった、めっちゃすごいって思った記憶ある。そう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 、観覧車型のすごかった、なんか回る回転寿司の台みたいなやつを買ってきてくださって、持ってきてくださって、うん、でなんかお寿司は普通に市販のやつで、なんかそれでお西洋のお皿に乗せてこうやって観覧車で回して食べるみたいなやつなんですけど、かわいい、なんか、うん、それでね、カホの誕生日を祝ってんの、こうやって回しながら、うん、そしたら、なんかの拍子でそのこの小さいお皿に乗せたアナゴがハッと飛んでって、すごい飛んでって、すごい飛んでって、なんで飛んでって、なんで飛んだんだろう、マジで覚えてないよ。ヤヒの白いパンツにブチャってついちゃって、うん、なんだっけ。でも今お話しても面白くない、ね、でもその時は本当に面白かったんだけど、そう、でもなんかね忘れてる私、めちゃめちゃ面白かった。でもさ、床についてなんかそうだ、お尻でふんわっとったで、めっちゃズボンなんかわさびついてるんだけどみたいな。そうかもしれない。なんかアナゴが床に飛んでった
のを見たんですよ。そう、床に飛んだ。あ、床に飛んじゃったねみたいな。でも、うん、ガホンズのカーペット汚れちゃったねみたいな感じだったんですけど、うん、よくよく見てみたらギャヒの白いズボンに付いててそうそう、それがめちゃめちゃ面白かったんだけど、でも今話すとそんなに笑えない、うん、当時はもう吹っ飛んだ衝撃とかもうなんかもういろいろが大爆笑だったの、うん、であとシャンメリーもあってそうだ、その前にシャンメリーだよ。そう、シャンメリー、そうシャンメリーもあって、うん、なんか全然季節外れなのに11月なのにシャンメリーを先輩が2本も買ってきてくださって、確かに2本、ね、2本あった、2本ともあったよね。そうやった。なんかなんかこうシャンメリーってもうパーンってなるのはもう目に見えてるじゃないですか、なのにあの普通にカーペットの上で先輩が開け始めてパーンってなってもうびっちょびちょ、もうびっちょびっちょ、確実に買い替えるっていうレベルの汚れ方して、そう、それなのに2本目もまたカーペットの上で開けて、そうもう大洪水みたいな、うん、だからもうお寿司飛ばすなんてもう全然どうでもいいみたいな、もうカホンそうだ、諦めてたんだ、そう、もう諦めてた、あ、どうせこれも買い替えるからみたいな、そうそうそう、次にカホン行った時もカーペット変わってたよね、わかる衝撃だった、面白かった、そう、そうだ、それがカホン家での珍事件ね、ありましたね、懐かしい、面白かった、穴子事件、穴子シャンメリー事件いや、イタリアンキャッチ夏いな、夏いで、そう、カホンで、カホンじゃない、ひなちゃんが寛容、そう、ひなちゃんって、そう、ひなちゃんって寛容なんですよ、優しいよね、で、負けず劣らず、ゆなこも寛容なんですよ本題だ、本題、こっち本題に入るとあの、ゆなこもね、すごく寛容でなんか、何こぼしても許してくれてなんか、なんだろうな、まあ、食べ物しかないですけど、なんか、いつか泥水こぼしても許してくれるんじゃないかなどっから持ってくるだからさ、だからなんかゆなこが寛容すぎて、うん、なのみと今度ゆなこんちでビニールプールしようよゆなこんちでビニールプールしようよって話してて、でなんかこう水出しになっても許してくれるんじゃないみたいな、楽しいからいいよっていいんだ面白い、そうやりたいね、ゆなこんちでビニールプールやろう、痛い、なんか何でもできそうじゃない、そうだ、ゆなこんって本当に絶対花火もできる、できるできる、スイカ割りとかでそう、そう、スイカ割り、スイカ割りとビニールプールしようって言ったんだ、そうだわ、夏っぽいことをしようって、そうそうそう、それ去年の夏とかだっけ、え、そう、去年の夏、そう、なんか自粛期間というか、そうそうそう、そうだったから、ちょっとあれだよねって言って家でやろうえ、流しそうめんいいね、あーできるね、流しそうめんさ、うん、お風呂でやんない、あーいいね、やるよね、え、間違った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 待って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 、なんか違った違った、流しそうめんさ、どういうこと、どういうこと、なんかまだ今小学生の時に、うん、あの流しそうめんってさ、こうたまにさお祭りとかなんか、うん、そういう催し物とかでやるじゃん、うん、で、まだ人生で多分 1,2 回しかやったことがなくて憧れが強すぎて、うんうん、ママに毎年っていうか毎日流しそうめんがやりたいって言ってたら、お兄ちゃんが作ってくれて、優しい、お風呂で流しそうめんやった、え、お風呂でってどういうこと、なんでお風呂で、なんかお風呂でやった、なんかペットボトルを半分に割って全部つなげてみたいな、え、すごい、そう、でも食べた記憶ないんだよね、え、食べてよ食べた記憶ないんだよね、全然せっかく作ってくれたのに、そう、お兄ちゃんが作ってくれた、面白い、優しい、うん、いい話やんない、なんかやっと、後にも先にもこれ切れるけど、じゃあそれやろう、やろう、家でやろう、でもゆなこんちはお風呂場じゃなくてリビングでも多分許してくれる、うん、リビングでやろう狭いから面白い面白いイタリアンキャッチが面白すぎて、イタリアンキャッチって名前なかなかいい、ね、わかる、めっちゃいいよ、おしゃれ面白い、面白い、いや、そりゃさ、道理でひなにさ、よくネタつきないねって言われるわけだ、うん、そうだろう、今日夜公演の時にひなが、なんか私たち毎回小話みたいなのをするんですけど、なんか自己紹介 MC でゆめとゆなこだけで、うん、したらひなが皆さんのファンの方の前でなんか、なんだっけ、ゆめなってなんでこんなにネタがつきないんだろうみたいななんだっけ言ってたよ、なんか変なこと言ってなんか、うん、なんだっけ、よく、なんだっけ、
ちょっともう全部忘れちゃったんだけど、けどなんか褒めてくれて、そうそうそう、ああ面白かった、ああ面白い、なんかこれでもまだ出会って3年4年3年、うん、なんか怖いなって思うね。2017年の11月4年さ、うん、ちょっと待ってこれオフレコなのでちょっと一回スマホで聞く K です。待ってめっちゃ下の方に打っちゃう、え、ギフト全然読んでない、あ、傘ありがとうございます、かっこいいありがとうございます、かわいいありがとうございます、バラありがとうございます、尊いありがとうございます、てーてー面白いあー分かんない、でも別に話していい、あ、本当？うん、え？あ、私は言うのかと思った、違う、肩慣らししたの、なんか私はあのなんか加入前っていうか全然めっちゃ前に中学3年生の頃、あ、中3なんだ、えー、怖っ、えー、中3なんだ、気持ち悪いね、あんた中3なんだ、中3の時に、うん、なんかちょうどショールームを私が見始めたのが、うん、そのくらい、それよりちょっと前、そうだよね、多分で、なんかその頃オーディションで16期の方が16期 AKB さんのね、そうそうそう、あ、そう AKB さんのショールームしてて、そうそう、で私でもその頃なんかめちゃめちゃ追いかけ、なんかアイドル追いかけてたみたいなのがなくて、 AKB さんをずっと追いかけてるとかじゃなくて、うん、結構なんかでもなんかショールーム、あ、オーディション、そういうオーディションとか見るの好きだからやってるんだと思って、なんか結構一通り見てたんですよ、その配信者を、うん、配信してる方を、うん、で、あ、この子とこの子とこの子、顔好きな子みたいな、なんか顔とかなんかし、なんか雰囲気好きな子みたいな、うん、まだそこ初めて聞く、あ、嘘、え、をなんか、うん、が3人ぐらいいたんですよ、うん、で3人ぐらいいて、うん、でまあまあ誰かはまあ特に言わないんですけど、その中に夢がいて、そうだったの、そう、でもあんまり覚えてなくて、でもめっちゃそのずっと見てたとかじゃなくて、その最初に見た時に、あ、この子可愛いみたいな、見た子の中に多分夢がいて、よかった、可愛くて、そう、よかったね、うん、過去の自分で見てて、うん、でも それからずっと追いかけてたわけじゃなくて、うん、その多分合格決まっててからとかに、うん、でもそのちょっと前にも何回か見たけど、えー、でもそんなにずっと見てたわけじゃないけど、うん、決まってから見て、あ、でも あの子なんかその、あの子いないなと思って、すごい、そう、すごい、そこ初めて見た、気持ち悪いね、気持ち悪い、でも、そう、その気になる子の中でそう合格してた子もいて、あ、そうだったんだ、そう、でもそう、あ、なんかその3、4人いたうちの、あ、この子は受かってたんだみたいな、この子は、うん、この子いないなとか思って、うん、でもそれまでだったんですけど、うん、でそれから多分 NGT は見てたけど、うん、でもなんか48全体を見てたわけじゃないから、うん、AKB さんとかも詳しくないままで、うん、そうで、うん、なんだっけ、日記受け、あ、日記じゃない、ドラさん受けて、なんかめっちゃ見たことあるって思って、うん、ショールームの段階で、うん、潜在写真、そう、え、すごいね、めっちゃ見たこと、うん、わかる、わかる、見たことあるって思って、でもなんで見たことあるかわかんなくて、その時の、うん、思い出せなくて、うん、で後からなんかこの、あの誰かがその候補者の子が、うん、あの子16期受けてた子だよみたいな、何人かいたじゃん、はいはいはい、そうで、あの子たちそうだよって言ってて、あーみたいな、怖い、わかる、怖いよね、すごい、そこまで初めて知らなかった、間違えた名前、間違えたね。そこまで知らなかった、詳しく、多分恥ずかしくって言ってなかった、うん、え、嬉しい、しかも皆さんもでも夢しか得しないけど、初出し情報です、すごくない、でも、うん、ってことはもう、うん、1,2,3 お互い知って5年、お互いっていうか、まあ、あんたが私のこと知って5年経つ、まあまあまあ、うん、え、怖い、怖い、怖い、嘘じゃん、そうだったんだ、私はあなたのことを意識し始めたのは、意識し始めた、なんか NGT 志望のなんか、なんだっけ、
オーディションか、オーディション段階で、うん、ドラさんのオーディション段階でなんか NGT 志望の同い年の子がいるみたいなことを聞いてクークーちゃんイニシエのでクークーちゃんって言うんだみたいな、うん、で確かその時から奈美しかいなかったよね確か、うん、多分そこしかいなくて、高橋の同い年で、でしかも奈美はもともとやってなかったからショールーム配信、うん、だからあクークーちゃんって子がきっと私の友達になるのかなみたいな、えそうなんだ、分かんないけどなんか同い年なんだみたいな、私は NGT 志望なんだって言って思って、うん、でこう顔写真とか見るじゃん、うん、この子が思いにいるんだみたいな見てて面白いですよね。オーディション当日に、うん、コクちゃんいるのかなって思ったけど、うん、でもまあいなかった、うん、いないなと、なんか番号で分けられてて部屋が多すぎて、うん、なんか100何人いたから多すぎて部屋が分けられてて、うん、60番ぐらいで分けられちゃってて、私30番台だったから、うん、なんだえなだって100何人いた時はもう99だから、あそっかそっかそっか、99だからもう完全に部屋が分かれてたから、多分時間も全然違ったよね。そうそうそう、あ、僕じゃいないのかみたいな思ったんだけど、うん、でそれでこうね、あのダンス審査じゃないな、歌唱審査が終わってから、うん、こうなんかなんだろうな、8人ぐらいの先頭が8人ぐらいでバーンみたいな列、わかるかな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,12 みたいな感じで、そういう感じでこう縦に長く並んでて、はい、私だから結構前の方の若い番号だったので、はい、30番台でで呼ばれて、うん、で立って、うん、で後ろはもちろん振り返れないんですよ、そんな誰かなみたいな空気でないからもうって感じの空気だから、うん、もう誰が呼ばれてるか、番号とも私必死に番号と、うん、あだ名ともういろいろ照らし合わせて潜在写真とか、うん、あどの子が分かってるんだみたいな、うん、でそれででもね、あのね、そう、クークーちゃん分かるかなって思ったの、ね、そう、なんかさ、そう、99番の子、そう、受かるといいなって思ってたの、私は、本当に、うん、いや、本当にこれ、本当なんだけど、すごい、そう、だから、そう、99番の子呼ばれるかなみたいな、うん、呼ばれたらいいなって思ってたら、98番、99番って言うと、クークーちゃんだみたいななって、そう、すごい、そうっていうのが私の最初のクックちゃんの記憶、すごい、でも当日は話しかけなかった、うん、でも最初にチカノに話しかけて、へえ、あ、なんですよねって、どこですか、あ、ミオタですみたいな、アホだから全部教えてくれミオタですみたいなアホだからとか言わないな、全部教えてくれて、私何も言わなくて、あ、そうなんですね自分は私は重ねなんて言わなくて、あ、よろしくお願いしますみたいな、面白い、人に聞いといて人の個人情報を聞くだけ聞いて、私何も言わなかったの、そう、あ、だるまありがとうございます、すごいみんな、ね、日はハートありがとうございます。で私オーディションの時から話してたのがHKT さんの渡辺あかりちゃんとひのちゃんだったの、本当にすごくない、すごい、だからさ、なんかこう今その時にドラフト会議のオーディションを受けてた子たちは今7人さ NGT にいるけど、うん、最終審査の段階でもう2人と私は、まあ、声を、ね、すごい、ね、そうかけてたし、まあ、ゆな子もまあその次にみんなと集まったのが確か握手会、うんうんうん、なんか握手会体験みたいなのさせていただいて、うん、その時にドラフト候補生みんなで集まったんですけど、その時に私ななみとゆな子に声をかけたんです、その2人が一緒にいて、うん、なんか東北出身の同い年で仲良かったんで、もうすでに、うん、確かオーディションから、その握手会で初めて喋って、うん、で嫌な、なんかそんなね社交的じゃないから、うん、なんかお互いになんか分かんないけど一緒にいて、うんうん、そうなんとなく一緒にいて、うん、そう、そしたら仲良くなった、あ、私多分そこにたまたま加わって、あ、うん、99番の子ですかって言ったと、何の番号ちょっと覚えないんだけど、うん、ななみちゃんですよねみたいな、うん、でだからもう2回目に会った時にはもう今の NGT メンバーの4人と話してたの、あとカホとミュウミュウとカイコ、ミュウミュウとさ話さなかった、めっちゃなんかさ、夢いなかったかな、なんか全然記憶ない、なんかね机に長い机に座って
って、うん、テーブル座ってて、ユナの向かいにミユがいて、うん、どこの話、隣に並びて握手会控え室っていうか、え、控え室長い机じゃないよ、え、長い机あったないよ、あったよ、ないあった、ないあった、ないあったない、あったない、ミユに聞いてんじゃん、あ、じゃあ違うかも、ちょっと記憶違い、でもミユとは話したのそこで、へえ、そうだから何ともいたかなっていないよ、へえ、面白ね、なんかね、意外とみんなとすごくずっと関わりがあるんだなって、へえ、逆に全然なかった、嘘、ドラフトで入って、いや、あんたはあったけど、うん、ああそっかそっか、うん、ドラフトで入ったのはナナミしかほぼなかったかもなんかさ、うん、信じられないぐらい芋芋の芋のさ、ひのちゃんとゆめ、うん、ゆなのツーサディショーとか出てきて、この間公開できないぐらい芋芋の芋で出せない顔してる、だけどその頃からこの3人って仲良かったんだってびっくりした、すごくない、見たいもん今、わかる、 見てもさ、皆さんには見せできないからなんだけど、うん、見たい、でも夢はね別に公開してもいいかも、え、ゆながダメだわ、わかんないけど、え、でもすごそのメンバーでも生写真撮り、そうなんだよ本当に面白い、2017年の11月とかだもんね、うん、そう、合宿中にお風呂入った後にみんなで集まってみたいな、えー、はったあ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 った、ここら辺だ、そんなことしてたんだ、面白すぎる、ちょっと待ってね、うん、もう昔の写真を夢が掘り返してます、漁ってます、これじゃない、これ杉浦だえ、待って待って待って、杉浦とユナコのスリーショットしか出てこない、どこひのちゃん、でもあるのあるのあるの、絶対あるの、なんか見つけたよね、この間、そうこの間見つけた、ね、これ違う、あれハーサと杉浦あ、杉浦とユナコ、杉浦とユナコ多いな、え、本気さんとあかりな、どこ、待って、え、ちょっと待って、なんかつなげてて、はいね、あ、待って、あと4分だね、はちょっと待って、あったあったあった、あった、でもあったくれた、あ、待って、私いないじゃん、あった、いないじゃん、いないじゃんっていうか、じゃあいいよ出して、じゃあひなちゃんちょっともうだろあの私もなかなかひどい顔してんな、あのいきますよ、これ真ん中ひなちゃん、でもひなちゃんが一番芋ちょっと待って、ひなちゃんじゃん隠すね、おもろい、これゆなこ、これゆめ、ちょっと顔違うんだけど、ちょっとひなちゃんはちょっとあの見せていい、うん、あそこひなちゃんはちょっと許可取ってから見せるひなちゃんが一番ね、お芋さんだ、お芋さんこれ私、そう、これ夢、これ2010、いつの写真、え、見たら分かるわ、17年の写真、4年前、ちゃんと顔隠してる、いつか出すことを隠してもうこの芋顔も見せられないって思って隠してる、ちゃんと、え、待って、え、どれなら出していい、ゆなことのさ、ツーショットありすぎて、あ、でもそれいいじゃん、かっこよかった、これ2017年のそんな格好懐かしい、わかる、これめっちゃ流行ってるこの格好、わかる、2017年の夢ゆな、これありえない、どういうこと、あ、ごめんごめん、忘れちゃう、2017年の夢ゆなってすごくない、すごい、え、てかなんか夢とちゃんと仲良かったんだって思った、わかる、怖い、え、ゆなさ、うん、仲良かったけど、え、そのドラフトの中に、あ、そう、ちょっと待って仲良かったけど、今止めよう、じゃあそうだ、ね、皆さん、今ちょっと話しとべ、この話を覚えておいてください、はい、この話してたよみたいな、はいはいはい、やばいやばいやばい、待って、春のさツイッター書いてない、あと1時間かかんなきゃ、もうダメだ、もうダメだ、私明日おしゃべり会、あー起きれる、また寝落ちするかもちょっと自撮りしなきゃ、やばい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 、はばばば、めっちゃカクカク、私のやつちょっと容量がさ容量不足だしって感じ、あと2分しかない、やばい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 、写真が反映されない、ね、ちょっと来た。
ばい、あと1分。あ、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 語彙力ゼロになっちゃう。ありがとう、つなげてくれて。ちょっとどこに行ったかな、今撮れるんじゃないかよ、バイ。ジュエキスだ、ジュエキスだ。私飲みに戻ったよ。はい、こんな撮ってる場合じゃないのよ。ごめんごめんごめん、こんなポーズしちゃって、ごめんね。間に合わないないない、間に合わないな。ミラーボールありがとうございます。なんか変なタイミングに投げるのやめてください。すみません、間に合間に合った間に合った間に合った、はい、間に合ったメール、あらかさありがとうございます。もっともっと余裕持ってメールを書くわ。間違いない。はあ、面白い。はい、もう何の話してたか忘れました。忘れちゃった。もう皆さんだより、みんなだより、みんなだより。はあ、疲れた。残る、なんで疲れてるんだろう。わかる、エルサも笑ったからね。ああ、笑ったからか。疲れた。何の話してたんだっけ。わかる、もう忘れた。はあ、あ、そうだ、芋の話だ。ああ、芋の話。芋なんだっけ、芋が芋芋まあ4年前の夢の、あ、そうだそうだそうだ、ありがとうございます。でもこの話もう一回終わったね。うん、でもさ、一回さ、なんかさ、これなら出せるねみたいな言ったやつなかったっけ。あったはず。あったよ。でもね、でもね、それは出せないね、ちょっと。ちょっと待ってね。うん、なんかつなげて。あ、ゆめとちゃんと仲良かったんだなって思った。ああ、そうだそうだそうだ。なんかドラフトの中だったら仲良かったけどさ、うん、正直ここまで、ここまでとは思ってなかった。このここまでの関係に行き着くとは。よくさ、うん、なんか来れたね。わかる。なんかこの時はさ、まさか今こうしてこうなってると思わなかった、ね、面白いね。ちょっと待って、出せる写真ね、あったんだけどさ。あったよね、うん、かわいい、ありがとうございます。なんかね、AKB 紅白の後だった気がする。なんかちゃんとメイク、メイクしてないけど、ほぼ。うん、わかる、すっぴんだったよね。この頃はマジで NGT の写真ばっか保存してる。わかる、そういう時期ある。この子ばっか保存してるみたいな。あれ、あかりの写真しかない。あれあれあれ、おかしいな。ゆめじゃなかったって。仲良かったよね。ね、あれね、ないみたい。あるの、やだ、諦めたくない。はぁ、はぁ、え、なんかつなげて。はい、そう、もうすべての始まりは、うん、なんだろう、え、なんで仲良くなったの。なんか言えない。それはそれはね、絶対に言えないの。ええ、仲良くなったきっかけです。ああ、そういうことね。そう、そういうことね。それはまあ、別として、うん、ああ、うん、でも、うん、そのことがあってから、うん、あ、こいつやばいなって思って、うん、私は、うん、以上。はい。なんかで、もう大丈夫だと思ったんですか。うん、そう、思、なんか見た目は、なんだろう、見た目はなんかこうみたいな感じだと思ったんですけど。その見えてたんだ、嬉しい。うん、そう、うん、なんだけど。なんか違うなって思ったの、私は、うん、でも私がどちらかというとそっちのタイプだから、うん、これはいけるなって思ったの。あ、
なるほどね。あった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 。なるほどね。これ変だ。はい、これだっけ？ちゃんと仲いい。これだっけ？それだよね。え、それ？あ、これも可愛いから見せよう。それは可愛いけど、え、ひのちゃんとかと思った。あ、違う違う。それはね、あ、なんだ。でもこれ。あ、それは絶対に無理。ゆなこの変顔ね。それはね、袴まで持ってる。ゆなこの変顔をちょっと見せる。ハートありがとうございます。これ可愛いやつ。これ可愛いでしょ。ありがとうございます。ちゃんと仲良さそう。可愛い、ありがとうございます。これ。2018年1月15日だって、あ、ちゃんと仲深めた、ね、1ヶ月で。へー、だそうですね。ちゃんと仲良かったね。ちゃんと仲いいんだね。ね、懐かしい。本当にいろんなこの写真が入ってる。懐かしい、わかる。ドラフトの懐かしい。あ、これゆなこ何ドラフト会議。あ、それ前出したよね。そう、なんかこれ LED、 なんか公園の LED で出した初日かな。でも全然撮られてたの知らない。これもゆなこ、これもゆなこ、私です。これゆなこ顔違う。うん、違う。誰かと思う、うん、誰かと思う。ねえ、私の言うの本人が言うのはいいけどそのネタ、ゆなが言うのは違うじゃん。そのネタ誰だっけ。ナナミだっけ。ナナミだ。それで話して。え、なんだっけ、ゆめとななみの、うん、なんかゆめとななみのなんかあって、なんだっけ、ななみに、ななみが、うん、なんか自虐みたいな、そうそう、なんかね、例えば今日ちょっと可愛くないかもみたいな、うん、そんなんじゃないですけど、絶対そんなことないですけど、うん、それは言ってないけど、例えばだけど、うん、なんかななみがやばい今日ちょっと私可愛くないかもしれないみたいな言ったら、ゆめが、うん、あ、そんなんじゃないみたいな。そうだね、そう思うみたいな、なんか同意した、そう思うみたいな。そしたらナナミが、ね、本人が言うのはいいけど人が言うのは違うじゃんみたいな。っていうのが、っていうツッコミが来るまでがワンセットで、それのやり取り結構何回かしたんだよね。そう、だから結構お決まりのフレーズなんですけど、うん、そのやり取り結構見てる。だけど身内ネタすぎて、そう、絶対に伝わらない面白さなんですけど、絶対面白くないと思ってる。絶対面白くないと思うんだけど、うん、超面白いんです私たちにとっては、うん、そうなんです。本人が言うのはいいけど人が言うのは違うじゃんっていう。おもろい。何の話してたっけ。ナナミの話、うん、その前この話。ああ、そうじゃん、覚えてた、うん、ね。でもさ、オーディションの後にさ、うん、遊びに行ってさ、あ、泊まって、うん、一緒に、そうだ、泊まって遊びに行って、違う、あれだよ、会議の後で、あ、そうだ、会議の、あの本当に最後のドラフト会議の後に、そうそうそう、同じホテルに泊まって、うん、で帰りっていうか、うん、遊んで帰ってみたいな、うんうん、よくさ、うん、約束してたよね、うん、って思わない？なんか今思った。それはナナミと、うん、泊まったメンツがナナミともう一人、あのお魚ちゃんっていう、あのドラフト時代のお友達なんですけど、うん、と4人で一緒にホテルを取って、なんかその4人とも遠征組だった、遠征組っていうかこう、うん、地方組、そうそう、だったから、帰るのに結構時間を要して、うん、あのドラフト会議終わるのも何時かわからないから、うん、ホテルを取ろうって、一緒にホテル取ろうって言って、うん、それぞれチームも全然違って、青と緑とピンクかな、うん、で全然違うのになぜか仲良くってみたいな、うん、すごいよね、分かる、あれ2ヶ月で育んだ友情なんですよね。分かる、そこで仲良くなって、そうで2期受けるときに、うん、夜なんちに新潟に泊まりに行って、うん、そうだ、めっちゃ面白いね。なんだっけ、今話そうとした、ちょっと待って、覚えてないからいいよ。いいよ。違う、忘れちゃったの。思い出して今。うん、もう頑張ってる。頑張って今で話しとく。うん、そう、それで夢が、うん、オーディションでこっち来て、うん、新潟来て、うん、で夢がオーディションとか全部終わって、うん、帰りかな、その帰りか分かんないけど、うん、夜に横断歩道渡って、うん、で、ゆながその横断歩道、うん、急いで渡って、そう、あの横断歩道に、うん、携帯落としてそう車にひかれたっていうのが悲しい、もうタイヤが見事にスマホの上を通って、ちょうど踏んでったんですよ。忘れもしない、一生忘れない。でもそのスマホがさ、一
生きてたことが本当にしばらく生きてたんです。でもさ、こうやってスマホの画面見てみたらもうポロなんか雪の結晶かなみたいなぐらいのレベルで、本当に粉々、うん、バキバキってレベルでもないよ、はい、そう粉々粉々。でもそう、オーディションといえば私それなんかオーディションと一緒にそれを思い出す。なんか嬉しい、ありがとう、嬉しい。まあ確かになんか、うん、そのスマホちゃんの気持ちは背負っていかなきゃ、やっぱね、墓まで持っていくよ。その気持ちをちゃんと背負っていかなきゃ。本当にあのアニメみたいな、本当に綺麗にさやったよね。なんかさ、あんなさ、なんか、うん、なんかもうあんな現場をさ第三者として見てたかった。なんか、うん、なんか控えてくなみたいな、撮っておきたかった、動画で撮っておきたかった。そういうことね、なんかそのもうその無慈悲に車に轢かれていく姿をの見る自分を見たかった。もうなんかどんな顔して見てたんだろうって思って。私はさ面白かったでしょでしょ。でもでも惹かれた本人はもう絶望で、一人暮らし始めて間もないし、うん、一人で携帯会社携帯ショップにも行けないし、もう絶望に暮れた顔。本当にスマホがさ、あのつくか分かんない、もう生きてるかも分からない状態で、もう本当に絶望してる顔で、私笑わないけど面白い。でもちょっと自分でもパキって音がしたじゃん、覚えてる？もう音がした瞬間にもちょっと笑えてきちゃって、でもさ、そう、笑いを必死に抑えない大丈夫大丈夫じゃねえよ怠けあるか。確かにもうね、本当にね、かわいそうだった。でも、でもさ、その後さ、うん、信号青になってさ、拾いに行ってさ、うん、生きてたじゃん、うん、その時の喜びがすごかった覚えてない、それも。ゆなめっちゃ嬉しかったの、それが。で、あ、よかった、生きてたじゃんみたいな。そう、忘れちゃった。そうなんかさ、あのさ、しかも何台かやり過ごしたんですよ。なんかその信号待ちしてる時に通った車が4台ぐらいで、で、あ、5台ぐらいで、うん、2台3台ぐらい通り過ぎて、生きてる生きる生きるみたいな。分かる。最初の2台ぐらいはさ、なんとか踏まないで行ったんですよ。かわしてくれ、かわしてくれ、かわしたみたいな。あと少しでもね、なんかこう信号のさ、なんかこう分かる、こう、あ、こうあるタイプで、こうポツポツポツみたいな、なんかどんどんカウントダウンしてくれるタイプの信号だったから、あと少しで、あと3個あと3個みたいな感じで、本当にもう最後の3個ぐらいで、うん、車が来て、引くな引くな引くな、バキ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 って言って、もう泣きたいよね。で、そう、それ1台しか踏まれなかったけど、うん、ね、あと少し耐えていたら ね無傷だったかもしれない、ね、でも偉いよね、偉いよねっていうかさこうなんかさ、テンション、うん、なんだろう、高ぶら、感情高ぶってさ、赤なのに取りに行っちゃうとかもせずにさ、車が通ってない時までずっともう祈って待ってるだけ、祈って待つしかないと思う。ちょっと偉い、ちょっと車通ってなくてもずっと祈ってるのも、確かに絶対赤信号は渡らない、赤信号は絶対に渡らない偉いうん、懐かしい、本当にね、かわいそうだった、かわいそうだよね、本当に、かわいそうだった、よかった。でも今のバキバキバキっていうさ、なんかその効果音のさ出し方で、今喉やっちゃった喉めっちゃ何やってんの喉めっちゃ痛い。みんなこの間さ、なんかエンジンでさ、うん、あ、エンジンかと思った、エンジン公演前のエンジンでさ、なんかめっちゃずぶとい、のぶとい声出したらさ、うん、それでめっちゃ喉やっちゃってさ、あ、わかる、あるある、なんか、あ、ふざけるもんじゃねえなって思った。わかる、しかも公演前だしね。そうそう、ほんと直前、公演前はね、うん、そう、サムカツナとかさ、うん、なんかサムカツナのエンジンが、いや、そうだとかさ、ちょっとやろう、なんかじゃあ通常バージョンやろう、通常バージョンってか、なんだろうな、アイドルバージョンのサムカツナのエンジン、うん、こうやってやって、これでみんなで円を作って、これ魚のポーズなんですけど、うん、これ全然わかんないけど、全然わかんないけど、最後勝手にサメで作ってたんだけど、うん、せーのか、あ、せーのか、じゃあ、え、間違えた、うん、やってあ、お願いします、あ、お願いします、せーの、サメカツナ、サメカツナ、サメカツナフィッシュみたいなちょっと会話かぶっちゃった。そうそう、これがアイドルバージョンね。そうだけど、私たちちょっと高ぶっちゃった時のそうバージョン、okay.
ちょっと待って、再生とって見てよしよしよしせーの、つぐつだつぐつだサブグッズのフィッシュっていうのが私たちの、まあでもこれが結構通常バージョンなんですけど、結構これがいつものやつなんですけど、結構染みついちゃったんですけど、うん、これ、うん、これで喉をやるっていうのが結構あるあるなんですよね。わかるわかる、後悔する、わかる、後悔ばっかりだよ本当に。君はノートちゃんとエンジンもとちゃんと可愛くやればよかった私たち何でも替え歌できるから、え、めっちゃ楽しくない？え、わかるこれちょっと今度話す、うん、あ、面白い、ね、そのタイミングで、ね、もっと話進まないでやめてうちら話すタイミングも一緒でもちょっと思ってた、なんか最近ゆなこと話すタイミングで、うん、やだ、 鼻に違和感を感じるタイミングが一緒なんだよなんかミラーリング効果だっけ、さひのちゃんがね言ってた、もともとしてたけど、なんかミラー効果みたいなのあるじゃないですか、なんかこう好きな意中の相手とお食事に行った時に、うん、その相手と同じタイミングで水を飲んだりスプーンを持ったりみたいな、その時一緒になかったっけ、だっけ、あれ、まあいいんだけど、はい、よなんかあるじゃないですか、はい、それ なんかミラーなとか効果みたいな言うんですけど、言うらしいんですけど、それをこの間ひなちゃんが言ってたんですよ、はい、で私なんかそれね、なんかちょっとそれをなんかこう頭に置いて生活するようになってしまって最近、うん、別に私が合わせてるわけじゃないんですけど、なんか、うん、なんだろう、お食事中とかにこう他のメンバーの食べ方を気をつけて見てみるとかしてたんですよ、うん、ゆなことめっちゃ被るの、怖い、怖いと思って、私は全然意識しなくって、なんか、うん、そういうなんていうの、そういうなんていうの、現象が起こるっていうのを頭に入れただけでただ食べてたんですけど、うん、よくよく考えながら食べてみてたら、本当被ってるのっていう、本当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 被ってる、本当被ってるの、あの今映ったし。本当かぶってるの、本当かぶってる本当がめっちゃすごかった今、本当ね、すごいそうだからなんか怖かった、うん、っていうだけ。でもさ、食べるタイミングっていうかさ、うん、食べ終わるタイミング一緒じゃない一緒一緒、なんか今日ゆなこ食べるの遅いなと思いながら食べてても、うん、気がついたら同じタイミングで完食してる、いつの間にか揃ってるよね、そう怖い今ひのちゃんに電話する、気持ち悪いよって絶対言われるよ第一声それだよ、もしもし気持ち悪いよ面白いね面白いね、えなこからメール来た、よかった届いた間に合いました、間に合いました、おめでとう、なんでお互いのメール取り合ってるんだろうって最近思った、そう、あのさ、私さちょっとまあ、うん、えなこの、私はえなこのメールを取ってるんですよ、はい、この人はあの私のメールを取ってるんですよ、はい、これにはいきさつがあって、うん、私なんでだっけ、ちょっとあの名前、お名前はちょっと伏せるんですけど、あるとあるあの卒業メンバーさんが私好きで、はい、その方のメールを取ってたんですね、うん、でその方が一回休養されちゃって、うん、休養された時にあのメールも自動的に止まるじゃないですか、うん、どうしようと思って私さ、もう好きなメンバーさんたくさんいるから、うん、その当時誰がマリナさんとか のえさんとか、もう本当にいろんなメンバーさんが好きで、うん、萌香さんとか、うんうんうん、でだけどどうしようって思って選べなくって、たど、うん、り着いた先がゆなこだったのなんかゆなこってそういえばドラフトの頃ちょっと仲良かったし、ちょっと撮ってみようかなみたいな感じで撮ったら、うん、なんかゆなこのメールが、ゆめさんおやすみなさいみたいな感じのめっちゃ同じ文字が羅列されてるメールみたいな、え懐かしい、そう、それでおーまあいっかみたいな、あいいんだ感じで撮ってて、ひなだったらやめるで、それでなんかなんだっけな、それをゆなこに、うん、3日間ぐらい撮った後にユナコに言ったんですよ、多分 LINE したんですよ、うん、いやなんかの タイミングでユナコに、そういえば今ユナコの連絡じゃないや、なんだっけ、メール撮ってるんだよねみたいなメール撮ってるんだよねって言ったら
構喜んでくれて、思いのほかめっちゃ喜んでくれて、え、そうありがとうみたいな、うん、覚えてないでしょ。全然覚えてない。でなんか申し訳なくなっちゃって、私それで私の推しメンが復帰して、うん、どうしようって思って、うん、でもゆなこちゃんのメール取ってるって言っちゃったし、うん、これはもう二枠にしようと思って、わざわざそのね、その今ご卒業されてるメンバーさんとゆなこのメールを取って、うん、そうだから私ゆなこのメール俗に言う取りこぼししてないんですよね。私怖い初期からゆなこのメール全部取ってて、実はそう。そしたらなんかゆなこも私のメールが始まったタイミングで取ってくれたみたいな。でもいつから撮ってるか覚えてないんだよね。多分さ、その無料体験の時からだから一番最初だね。やば、取りこぼしてないよ。取りこぼしてないね、うん、でもそれがずっと続いてんの怖くない？そうね、なんでやめないの？わかる、やめろよ、ね、3年経っちゃってる。わかる。あなたはありがとうございます。でもなんで撮ったのか全然覚えてない。多分なんかこう情じゃない、なんていうか私が撮ってくれてるのに申し訳ないなみたいな。確かに情です。でもそのせいでなんかメールがだんだん似通い始めてしまって。わかる。でもさ、行動も一緒じゃん。まあね、なんか内容も一緒だし、書き方もなんか、うん、そう、文面が、文の構成がなんか似るし、多分でもさ言葉選びも似てるじゃん、なんか同じ本を読んで育ってきたんですよ私たち。過去にそういうのちょっとなんか姉妹みたいなんですけど、なんか私はもちろん長野で、うん、あとは青森で、はい、なんか好きな作家さんが一緒で、うん、ほぼ同じ本を読んで育ってきて、うん、なんか言葉選びってなんかそういう作家さんの なんていうんですかね、文の特徴で影響されるじゃないですか、うん、だからもうね似ちゃうよね、そりゃね。でも、うん、私はこれは言いたい、絶対真似してるでしょ、うん、真似はしてない、絶対真似してる。え、全然真似してるつもりはないけど、でも多分寄るんだろうなって思ってる、思った。真似してるつもりはマジでない。でもユナは内容を見て、この前でユナが書いたことじゃんみたいな内容書いてるから、真似してないよって思う。真似してない、なそれは嫌だから、お互い様。でも今はさ、心の中でさ、今度書こうって決めてんな、書いてんのにさ、ユナ子がさ先に書いておくそれはユナもあるじゃん。ユナはそれもある、ユナもそれもある、ユナはそれもあるなんかお互い様なの。まあね、でもさ、ユナさ、うん、おやすみなさーいみたいなメール来ないなって思ってる。初期はそうだったの、あんたのメール、うん、知ってる、覚えてる覚えてる。でもあれなんか初期の頃は、うん、初期の頃めっちゃ、うん、なんかメールで血迷ってて、でなんか他のグループの人のとかいろいろ撮って、なんかメールっていうかそういうコンテンツをいろいろ試したんですよ。勉強するよね。で、あれもこういう風にしようみたいな、うん、この人いいなとか、うん、っていうのいろいろ混ぜながら参考にして、うん、であれはちょっと自分でもやめようと思って普通にシンプルに別に面白くない、そうそうからやめようと思って、うん、あとやめるタイミングを失いそうだなと思って、そうやめたんですけど、別に、うん、いろんなアイドルを真似してる。へー、絶対夢のこと、ね、夢は違う。でもさ、うん、なんだっけ、忘れちゃった。のね。待って、もう少しで思い出すね。全然さっきさ思い出そうとしたことも思い出せなかったし、今すぐ忘れちゃうんだから。あ、そう思い出した。今さ一回さ、ゆなこに私さ LINE では絵文字とか顔文字とかほぼつけないタイプなんですよ。ゆなこの LINE なんて一切つけないんですよ、うん、なんか他の子の LINE とかなら、うん、へみたいな絵文字はつけるんですけど、あ、わかる。なんかもうめんどくさいので一切つけないんですよ、うん、だけどゆなこに一回、うん、夢ってメールの文面ぶりっこするよねって言われたことが覚えてる？全然覚えてない。でしょ、夢さ、それがちょっと悲しくって、ごめん、ちょっとぶりっこするのやめたの。ごめんごめん、していいよしていいよ。でもね、夢も
過去のなんか初期の頃のメール見ると自分でもおえって感じだから言ってくれてよかったなって。でもさ自分のさ体験メールみたいなさ一つだけ届くみたいなあれを見て、はい、あめっちゃ自分ぶりっこしてるなって思うから分かる分かる多分そう初期あるあるだと思う。多分なんかだからできるだけできるだけ丸を使うようにしてゆな子に言われてからおもろごめんいいよ面白いでもさメールで言うのはハートを使うのが嫌なんだけど分かんない分かんないでもなんか、うん、なんとかだよはちょっと私無理、うん、なんとかだよびっくりマークハートは分かる。ああそれ分かる。なんとかだよ、うん、うさぎハートみたいな。ああそれ分かる。ああ一緒一緒、うん、なんとかだよはちょっとそう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 ヤヒとかそういうそうメール書くよね。分かるそれだけええ話題終わった終わった終了しました ね、 ねどうしよう春の LINE 春の LINE じゃない春のツイッター。私写真をさ投稿しなきゃいけないんですけど。そうじゃん。でも写真こっちに入ってるんですよね。これ配信切り替えとかできるかな。またあれだよ画角だよ画角になっちゃうかな。でも一人書いてたらさ一人暇じゃないや。それがいいよね。そうだね。一人喋ってる時に交代制ね。じゃあ私シフト制って言うんだっけ。シフトって何わかんない。バイトわかんない。シフト制バイトしたことある？ない夢も。あでも切り替えられそう。ちょっとじゃあ私頑張ってのこの間を間をつないでって。じゃあで今から私ツイートします。でも今日は早くツイートできる、はい、でも私一人喋り苦手なんですよね。前向きまでやってんじゃん。あれはもうさ何回もリハを重ねてさあんたでも反応しなくていいからね早くそれも集中して書きなさい、はいはい、あのさそうマミムメモの時に私一人喋りをしなきゃいけないんですけど、はい、しなきゃいけないって言っちゃ悪いからなんとかあごめんいいよ反応しなくてミスまそれはちょっと悲しい。あのそう一人 MC を強いられている状況にあるんですけど。ハートと傘ありがとうございます。あの私本当に一人喋りが苦手でだから言う内容を全て前日のうちに考えて当日カホとひのちゃんの前で披露してでもかといってカホとひのちゃんにこう反対されるっていうかこうなんか指示をアドバイスをもらうってことは一切ないんですけどもうひのちゃんもカホも私の話をまあ右から左へ流しながら適当に聞いてああいいよいいよみたいな言ってくれるだけなんですけど私まあそれでもちょっとあまあ安心するタイプで本当になんかチェックしてもらわないと気が済まなくって。あでも夢ゆなこのなんていうんですかねまなひな夢ゆな公演でもあのまなひな町の時に夢ゆなトークするんですけど、まあ、その時も大体あのリハーサルするんですけど裏で本当に怖くって私なんか尺足りるかとか変な内容なんないかみたいな。だけど大体ゆなこの時はなんかもうほぼゆなこ任せなんですけど。そうだから MC って難しいですよね。さあ、うん、終了です。また。あ、でも着地点が分からなくて、そう今日もね、MC やってて着地点が分からなくなって、だから話しなくていいよって言ってるじゃん。分かんなくなっちゃって。あ、ツイートします。早っ。だって私はもうあのスタイル変えたから。あ、そうか。1年経ってね。そうそうそう。行きます。ありがとう。あ、間違えた、うん、いいよ。でもみんな MC 褒めてくださってありがとうございます。どういたしまして。あなたじゃない。全然褒めそうもございませんよ。あ、どうぞあなたのターンでいいです。あ、私のあなたの番です。あなたの番です。私の番です。じゃあちょっとカクカクショールームをお届けします。わぁ、迷惑だ。ああやめて、また再来しちゃう。ショールームなんてやめてやる。気が再来しちゃう。なんですかね。あ、そう MC のね。でも本当にね、毎回これなんか面白いことがあると毎回あこれ MC の話題にしようって言っちゃうのが最近癖。多分ゆめゆなでなんかひのちゃんに気持ち悪いって言われた時もこれ MC で話そうって言ってたから、皆さんそうなんだなって思ってください。頑張って考えてネタをね普段からね探してるんです。なんか無視されるんですけど。
今ゆめちゃんつなぎ頑張ってます。配信のこれできたのかな。たまつ顔絵を頑張ってます。あ、できたけど。できたらしいです。おめでとうございます。バラありがとうございます。これ外して。あーなー今放送できない顔しちゃったりする。ごめん。ちょっと戻してもらって。なんだって。ほら、あーねー、晴れ晴れ。すごいね、ゆめのショールームの画角がすごいことになってます。え、これってさ、どうなって、配信切れちゃった。困る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 。配信終わったよ。だって困る。ゆめちゃん終了してるよ。困るんですけど。ゆめちゃん終了してるよ。事故事故ドッキリ。え、これって最初からなっちゃう。え、それはまだ大丈夫じゃない。あ、ゆめのショールーム始まりました。だからさ、うん、本当にさ、うん、ショールームの写し撮ってるの面白い。え、初めからなっちゃったかもしれない。え、申し訳ないわ。ごめんなさい皆さん。ごめんなさい。再入場お願いします。ごめんね。いいよ。ありがとう。ごめんね。いいよ。ハートありがとう。ごめんなさい。いいよいいよ。ごめんね。いいよいいよ。ありがとう、妖精さん。大丈夫。そういう時もあるよね。安心して。そういう子が最近ハマってる。キャラが最近ハマってるの。TikTok のネタ。TikTok のネタ。さゆたき。あるよね。やめて、夢反省しないことになっちゃう。ごめんなさい。安心して。みんなちゃんと見に来てくれるから。優しい、なんかしみる。なんかその言葉結構しみる。よかった。あ、ギフトありがとう、カサありがとう、ハートありがとう。ごめんなさい。天使の声だって。また私じゃあツイッター行きます。じゃあ、なこちゃんの一人喋り。はい、どうしよう。もうね、もう夢の話もうネタがねつきました。あるでしょ。あったかな。あるかな。でもなんかさ、さっき話そうと思ったことあったのにめっちゃ忘れた。なんかさっきさ、そのベッドを占領されたっていう話をさした時にさ、なんかこれ、あ、これ話そうって思ったことがあったんですけど忘れてしまったので、もう諦めましょう。うま、ありがとうございます。うま、私の頭頂部配信になっちゃう。いいよ、頭頂部をお届けしています。私の頭頂部需要ある？需要あるよ。よかった。ゆめちゃんの頭頂部のファンっていう人はいっぱいいると思う。ありがとう。頑張って、うん、そんなことはいいからさ、ツイッター書いてない。書いてなかった。書いて、写真選んでんの。ああ、頑張って。何動画見てるのよ。楽しい。春が全然全勝って踊ってる。これ見る場合じゃないんだって。私は小中だよ。いや、まあ、シャルじゃない、春の写真選んでるの。選んで早く。サラと春って混ぜたらサルだよね。サルの写真。かわいそう、二人のコンビ名サル。あれ、でもそうじゃなかったっけ、二、うん、人のコンビ名サルだよね。うん、おもろいよね。かわいそう。おもろいよね、かわいい。サル、サルか。あ、そうだ、サルかだ。あ、サルカか。サルカだよ。サルカ、サルじゃん。潔くサルにすればよかった。わかる、もうサルでいいよ。おもろ。そう、今さ写真見て思ったんだけどさ、なんかさ写真のさアルバムの中でさ勝手に人をさ認識してさ、なんか同じ顔の人をさ一括りにするみたいな機能あるじゃないですか。わかる。なんか私はもうそれ使いこなせてないんですけど、夢がめっちゃ使いこなしてるんですけど、なんかあのなんか顔がを勝手に AI がなんか認識して、なんかその人が写ってる写真を全部まとめてくれるみたいなのあれじゃないですか。なんかそれの仕組みよくわかんないんですけど、なんか
なんかその同じ、例えば夢が夢の顔で、うん、夢の顔の中にで認識されてるものの中にユナの顔があったりするんですよ。なんかそれがなんかメンバーの他のメンバーの携帯の中でも同じことが起こってて、うん、そのなんだろう、なんかそのメンバーとツーショットとかのなやつで、そう夢の顔が認識されてるやつの中に私も一緒になってるみたいなのが多くて、でも私もこの間それをなんかそれなんかこの人はとこの人は同一人物ですかみたいなのを自分でちゃんと選択して、この人別な人ですみたいな、なんかちゃんと区別してくださいみたいな、選べる、なんか選べるのあれって何、うん、選んで、でもなんか勝手に一緒にされてることもある。へえ、じゃあその選択権が与えられた時は選べるんですけど、そのもう判別できん、その候補としてこいつも同じ顔じゃねみたいなのをなんかね、こう候補生みたいな、候補生夢の顔候補生みたいなのでこうエントリーしていくんですよ、どんどん人の顔が。でその顔の中に私が結構高確率で入ってるんですよ。でもさ、言うの別に夢と顔似てるって思ったことそんなにないんですけど、わかる、ね、でも位置が似てるんじゃないって思う。なんかさ、よくさひなちゃんに言われるよね、夢の顔同じフォルダに入ってて迷惑みたいな。え、わかる、言われる。だからでもさ、確かに AI ってさ、そのパーツの位置とかで把握してそうじゃん。だから確かに位置ありそう。どうしよう、春のさ写真何載せよう。なんかメンバーの写真探してるとありすぎて困る。わかる、なんかたどりとか撮りすぎて、ソロショットとか撮りすぎて選べない、なんか撮って満足しちゃう。もう動画にしちゃおうかな。なんかさ、メンバーのさ春とかさ、めっちゃ春のこと撮りたがっちゃうんですけど。わかる、わかる。春ってめっちゃ、ソロショットめっちゃある。え、そう、めっちゃあって載せようかなと思ったんだけど、選ぶのめんどくさくてやめちゃった。そのうち載せます。なんかでも自分で撮って満足しちゃうんだよね、あるあるじゃない、わかる。待って今待って、魂抜けてた。何、今からツイッター書くの。頑張って、うん、パスありがとうございます。でもこの間春にも入ってきた時に、2期で入ってきた時に夢とユナが同じ顔してるって言われて、思ったって言われた。そうだ、言われたね。そう、そんな風に思われてたんだ。ハートありがとうございます。そう、同じ顔だって思ったって。でも春は、あ、今それツイッターに書こう。ナイス。あ、春は夢が、待って言わないで、今それ今からツイッターネタにするから。春は夢、やめはるかは春花生誕祭、待てあと20分、はあ、ねえ、あー、ね、声でかい。そうだよ、気をつけな。どうしよう、ハートありがとうございます、うるさいですみたいな。どうしよう、壁ドンされる。傘ありがとうございます。そうなんです。でも別に顔は似てないと思うんだよ。っていうのは気になるんだけど、夢と一緒にいるとさ、自分が黄色くてさ、なんか嫌なんだよね。だから夢といるのやめようかなって思った。今夢ツイートに集中してて聞いてないから、ここだけの話にしといて、ね、よろしく。夢の配信止まったよ。え、来たんだけど、フリーズしてる、ぐるぐるしてる。ハートありがとうございます。待って、そんなうんってきた。そんな、待って、本当にごめんなさい、こんなしょうもない配信見てくれてありがとう。わかる。えてるてる坊主ありがとうございます。そう、なんかさ、ユナってさ、なんかね、ユナね、なんか父親が割と色白なんです。だからなんかで、母
も別に黒くはないんです。なんだっけ、みつこ、みつこだっけ、あんたのお母さんね、みつこ、そう、みつこ、ぐるぐる、別に黒、色黒ではない、むしろ白い方なんです。だからでも姉はあんまり白くないんです。だからで、ゆなは白く生まれたよってずっとね、ずっとね、家族に、ゆなは、姉は黒いけど、黒、黒いっていうかあんま白くないけど、ゆなは黒く生まれ、白目に生まれたよって、割と、わりかし白目に生まれたよって言われて生きてきたんだけど、なんか、なんか中学校、小学校中学年から中学校にかけて仲良くなった子がめっちゃ色白で、そう、それで私はもう自分が色白っていう自信をなくして、で、こう NGT に入って、なんか初期の頃割と、割と白、なんか色白な方だねみたいなって言われて、東北だからみたいな言われてたんですけど、もう、もう圧倒的白いから、なんかもう色白とか言えないよね、もうなんか軽く言えないよね、そんなって思った。だからさ、かわいそうなの、私ずっとなんか周りに一緒にいる人が白いせいで、自分は別に黒、色、地黒なわけじゃないんですけど、めっちゃ黒く見えるんですよ。それがすごく、黒っていうか、なんか黄色く見えるんですよ。そうです。いたって普通なんです、私。いたって普通なんですけど、むしろ白よりみたいな感じで、私、その昔はね、そう、家族にね、私、なんか家族の中だったら白いみたいな扱いをされてきたのに、今はね、面白くないかな、ね、私に面白いかどうかチェックするのやめて。いいじゃん、いい、いいじゃん。え、この動画どう、え、かわいい、え、もうずっとこれ、え、これより仲良しショット載せた方がいいと思う、いいな、これがいい、じゃあこれでいいよ、うん、じゃあツイート、意味わかんなくていいと思う、よし。だから春のさ、意味わかんない動画何個かあるんですよ。でも意味わかんなすぎて載せるタイミング失っちゃう、いつも。そう、夢が最近ツイートするときにこれ面白いかなって確認してくるんですけど。やめてよ。え、待って待って、もうこっちに変える、私端末変えな、ごめんなさい、これさ、ギフトが全部消えちゃって、え、もう戻っ、どうすればいいの、もうそれでもう一回やったら戻ってこない、待って、もう一回やってみる、どうやってやるんだっけ、もう本当にごめんなさい、落ち着いて、大丈夫だよ、はい、手伝って、熱っ、これ端末、ありがとう、もうダメよ、 iPhone7、 あ、いや、8、いや、セブンだこれ、立てよ、あれれれれれれれ、あ、ちょっ、もうおかしいな、あれあれてるの、夢の配信がもう大変なことになってます、戻ってきた、戻ってきた、大丈夫、あ、ダメだダメだ、もうダメだ、ちょっと、え、どうして、ねえ、あとその端末だよ、え、ちょっと待って、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、何もかも聞いてしまった、え、本当にごめんなさい、あ、え、これわかんない、これさ、いついただいたギフトなんだろう、本当にごめんなさい、持ってきた、わかんない、ゆめちゃん終了した、本当にごめん、ね、もうゆめなんてもう終わってるよ、こんな人間、え、否定してそんなことないよ、そんなことないよ、もう私なんて生きてる価値ない、ゆめちゃんがいっちゃんかわいいよ、もう私なんてそんなことないよ、こんなしょうもない人間がショールームなんてやっていいわけ、そうそう、そんなことないよ、ごめんなさい、そんなことないよ、ゆめちゃん大丈夫だよ、
星様ありがとうございます。ごめんなさい、本当にごめんなさい。タコとミラーボールとクマとトートイとかわいいありがとうございます。お星様もありがとうございます。いえいえ、でも絶対さっきの消えちゃったよね、本当にごめんなさい。いえいえ、アダムもありがとうございます。いえいえ、ごめんなさい、お疲れありがとうございますごめんなさい。そんなことないよ、ゆめちゃんが配信してくれるだけで僕は嬉しいよコメント読んでるのかと思ったのみんなの心の声を代弁してあげてる。心が救われ、何あれやって、何あれ、どれあれ、 TikTok のやつ配信が途中で切れちゃうことあるよね安心して、みんな夢が配信するだけで嬉しいから嬉しい、なんか心が生き返った。あ、こんなのでよかった、うん、ありがとう。あるよねがポイントですかわいい投稿版ありがとうございます。だるまもありがとうございます。これは私が最近ハマってる TikTok のネタでもさ、えなこと言わぬ TikTok の世界って本当に全く一緒でさ、なんかさ、私が例えば感動的な動画を見たとして、それはさ、この間流れてきた動画が感動的でこういう話なんだけど、ちょっと、え、待って、いいな、それ見たって言われるんですよ、うん、最後まで話させてくれなくって、うんうん、途中で気づくの、忘れ流れてきた。なんかだからそういうとこあるよね安心して、 TikTok にはバレてるからそう、なんか TikTok にはきっと同一人物ってバレてるんだろうねそう、バレてた。だから本当に同じの流れてる、本当に同じのしか考えてない。なんかこれ面白いって見せたやつとか、見たことある見たことあるみたいな、そう、あ、それさっき流れたみたいなだからダメ。なんかゆなこから、うん、ゆなこの携帯から流れてきた音楽が、うん、待ってそれ1分前に見たんだけど、なんかさ、なんかわかんないけどヨナンチ来てさ、うん、勝手に TikTok 見始めるんですよこの人。だからユナもしょうがないから TikTok 見るとユナが先になんかさっき流れてきたのと全く同じ音がなんか自分の携帯でも流れて、うん、さっきユナが見たってのってこれみたいなのが結構かなりすごくあるんです。なんかでも最近のユナコの決め台詞は、うん、人んちで TikTok 見ないで、なんか人んちまで来て TikTok 見ないで。いやでも本当にそうじゃない、何してるの、本当にそうだよ、帰らせるよって。私んちで TikTok 見たら帰ってもらうからよろしくしかも TikTok って開いたら 1,2 時間経っちゃうじゃん。え、わかる、なんか終わりがないじゃん、一生動画流れてきちゃうから。あ、皆さん NGT48 の公式 TikTok 確認されたので、ぜひ、なんか春が TikTok といえば、え、ごめん待って、今更だったよね、ね、TikTok ね、12時間経つ、ね、TikTok って本当に面白いからさ、うん、あれ TikTok? なんかあった気が、あ今この間、はい、NGT48 が、はい、公式 TikTok を新しく開設したらしいよ。えー、そうなの、今めっちゃ響いたの、わかる、映画見て響いてた、うん、知らなかった、見なきゃ見なきゃ、あ、見てください、よろしくお願いします。あれも前にあったね、研究生の、ね、TikTok も ね、あの動画1個上がっているので、ね、え、あの特徴話していい、特徴、特徴、あ、やめとく、え、待って、わかんないえ、ダメかな、え、面白い、面白 い、あのその研究生の最後の動画のちょっ とポイントがあって、うん、ここがツボっていうポイントがあって、うん、あのみんながこうね16人こう整列して1人ずつ出てくるんですけど、うん、1人ずつ1人こう出てくるたびに小顔効果がギュッギュッみたいな、なんか力が NGT48 研究者アカウントって言ったら次の目できて、ななみの顔ギュッてなってうん大好きみたいな、ね、ななみはけて春でできて顔ギュッてなってみんな大好きみたいな、うもう
全員ねここがこうキュッてなるんですよ。顔がかかっちゃってね、顔が歪むし、そうかかっちゃって、みんなただでさえ顔小さいのにさ、分かる、余計小さくしないでって、あんなことする必要ないのにさ、 TikTok ってさもう撮ろうとして開いたらもうもともと加工がついてるじゃないですか。そう私もそれが大ツボ、分かる、だからそのままさ撮ってもらっちゃうからさ、そうそのままみんな加工かかって、そうかかっちゃってね、みたいな、もうただでさえ小さいお顔が余計ちっちゃくなっちゃう、ね、もう見えなくなっちゃう顔ないコマありがとうございます。えなこ何してたの、何がなんか変なことして、え夢もなんか変な、夢変なことしてないよ、夢なんか変なことしたって言ったらカイリに失礼だよ。でもカイリのあれは変な会話バズってるじゃん研究生の中でだけどあの本当にこれ何のことか分かんないよって方はぜひもうあの研究生アカウント見ていただきたいんですけど、はい、カイリの TikTok であの私たち元研究者の中で大バズりした動画があって、そうあのなんかはぁはぁみたいな、なんかこういうなんか口だけ笑ってて眉毛が鼻血でこういうねフィルターがあるんですけど、歯がめっちゃ出てる、はぁはぁみたいな、そうでポポ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 もしもしちゃんってやつがあるんですけど、そうこれ絶対でも伝わらないと思うんですけど、見てほしい、とりあえず帰りの動画あさって見てください。そうなんかもうみんなねその動画が大好きすぎて、うん、最後に記念で一人、まあ、みんなでそれ撮ったぐらいお気に入りで、そう全然撮ったさやなんて、うん、YouTube で間違えた、さやなんてそれが見たくって、うん、大画面で見たくって、うん、なんかテレビで YouTube って今だけ見れるじゃないですか、はいはい、でテレビの YouTube に、うん、YouTube で佐藤海里 TikTok もしもしって調べて、てたそう出てくるわけないじゃないですか YouTube で出てこないからせめて TikTok で調べて、でも大画面でねテレビで見たかったらしくって、そうさやが一生懸命調べてたの、いろいろ検索ワード変えて佐藤海里 TikTok とか佐藤海里って調べたら足悪いものを逃して出てこないもう本当に面白くて、佐藤海里 TikTok もしもしって調べて本当に面白かった、もう本当にぜひ皆さん TikTok で見ていただきたい、見てほしい、帰りのやつ本当になんかもうメンバーの中でめちゃめちゃバズってたんですよ、そうあれが一番人気なの、メンバーの中では、あれが本当に一番面白い、でもね全然面白くないかもしれないんです、一番受けなのかがわからない、えでも面白いの、面白いよ、みんな大受けなの、本当にみんな大好きで、うん、そうでも私が一番面白かったのは YouTube でさやが調べたことそれ本当に面白い出てこないか、出てくるわけないじゃんみたいな、なんでそれ調べたの、なんかめっちゃ見たくなったって調べて、そうみんなめっちゃおもろい、みんなさあのさ一定期間何だろうな、何ヶ月に1回か禁断症状が起こるんですよ見ないと見なきゃ、動画をなんか見て摂取しないとやっていけない体になってしまって、みんな分かる、そうあ待ってギフト星ってありがとうございます、カサマみんな定期的に見てる、保存しようかなもん、あれありがとう、自分の携帯に、分かる、だからぜひまあね、ちょっとあのそれで研究生 TikTok のフォロワーさんが減ったらちょっと悲しいので、ぜひ継続していただいて、ぜひ見てください、 NGT48 のアカウントもぜひ、ね、どっちも見てください、ねね、こう今日バースデーガールの春の動画もね、一人で上がってるので、なんか踊ってた、おさんってね、面白かった、面白かった普通のアイドル、普通の女の子がみたいな、アイドルになっちゃったみたいな、みんなでなんかハートのめちゃめちゃ分かる誰が作ったのって面白かった、面白かったぜひ皆さん見てください、あとはあと8分しかない、あと7分しかないよ、あと言い残したことある、何か、あ食べ残したものはあるわ、ご飯、ご飯ショルーム前に食べようって言ったのに、ああ半分残ってる、でも私たち食べ物絶対無駄にしない主義だから、うん、5日のタイミングで食べます、どっかで食べます、喋れずにはかどりすぎてさ、分かる、食べる時間なかった、分かる、私たち怖いね、分かる、なんか、うんうん、かる、何正直さ2時間半も話すことあるっけ、うん、って思ったのでもまあ、まあ、なんとかやろうかって思ったら本当になんとかなった、なっちゃった、前もさコラボ配信する前にさ、うん、そうえ大丈夫みたいな、大丈夫かな、なんか1時間にしようみたいな、そう2時間撮ったんですけど、うん、でもちょっと怖いなみたいな、うん、2時間も話せる気なしないよって言って1時間にしようとしたんですけど、結局2時間にしてやってみたら気づいたら2時間経ってた、できたよ、びっくりした、びっくり、やっぱネタが尽きない
いや、ね、本当にそれはひなにね言われるわ、ね、でもさこうやって喋ってるとさ、うん、だいたい今が喋るのが 5.5 割ぐらい変わんない天語刻まっていうくらい、だからさ本当になんか申し訳なくなるの。なんで待ってなんかさ待ってこれ反省会さ、反省会しないで絶対配信後にやった方がよかったよね反省会しないで、なんか MC の時もさ夢ばっかり喋っちゃって、ゆなこのファンの方って絶対もうゆめちゃんそんなに喋んない、ゆなこちゃんの時間取らないでって思ってるだろ、待って思って変わんないし別にそんな 5.5 割天狗天狗、いや今日ゆめちゃんの方が 0.5 割めっちゃ多く喋ってたってないから別に、ゆなこちゃん 4.5 割しか喋ってなかった4.5 割おもろ、だからそうそれは大丈夫、これゆなこのファンのみんなに、ゆなこのだから今この場をお借りしてゆなこのファンの皆さんにお詫びしたい。嘘でしょ絶対5分後に話した方がよかったよこれ、何のお詫びだよ逆に話してもらわんと困るんです。やだ、あそう今日エビフライヘアだったんですよね、エビフライ。でもさ、マナがさ、うん、お弁当にエビフライが出たからエビフライ変にしたって言ったじゃない。全然違うんですよ、ね、私あのしかもお弁当に出たのエビフライじゃなくてエビ天なんですよ。分かる思った、エビフライでもエビ天でもどっちでもいいんですけど、うん、どっちでもいいんですけど、今日私朝この髪型にしようって決めてきたんですよ、うん、あの昼公演はなんとかで夜公演はなんとかでみたいな、うん、待って目にまつげ入った、嘘、気のせい、気のせいかい、あんま入った、あ入ったか、あいいよ話してって、私の代わりに、なんだっけ、そう夢がエビフライにするって決めてて、で私は別に夜公演の髪型決めてなかったんですけど、なんかひなもえじゃあエビフライにしようかなみたいな、で日本エビフライ、日本エビ、うん、なんかさ日本エビなんかさ今日メイクさんとかと話す時にさ、なんかもうエビたい、なんていうの、一本二本みたいな、二エビ、二エビ、あそれだ、一エビ二エビ、そう一エビ二エビみたいな、そうそうそう、エビの単位ができててエビの数え方、しかも別にこれエビフライって言ってんのめっちゃおもろい、えエビフライヘアだよ、いやでもなもうと言い方あるじゃん、言い方はあるじゃん他にも、エビフライヘアだよ、言い方はあるじゃん他にも、エビフライヘアじゃないじゃなきゃ何があるの、ええさあとか、ぼうぼう穴雪のエビフライじゃんとかあるじゃないですか、エビフライで、そうそれでそう全員でなったのがもうマナもやるってなって、あじゃあなんか私一人ちょっとはぶられてるみたいになるからやっとこうと思ってそうでもあと3エビっていうのはあの私が1人目のエビ、うん、あのひなが2人目のエビ、うん、マナが3人目のエビで、うん、3エビの1人何にもしないってちょっと気持ち悪くないって言って結局4エビになったんです。そう4エビにしました。そう門継ぎさんのなんか罰ゲームみたいなので昼公演の罰ゲームでなんか、ね、マナヘナ夢穴の4人も袴ついてるしますみたいな、うん、でももう絶対にこの髪型をするって決めていて、ね、私は、うん、お昼ご飯も来る前にそう、ね、そうだから、でもこの間もねマミメモ公演の時に私門継ぎさんの従ったんですよ、うん、罰ゲームの流れ玉が来て、うん、だから今回はまあいいかなみたいなもう反抗していいからあらがった、そうあらがってみちゃったって感じ。そうでも私も個人的にツインテールしたくないからいきゃってエビにしようってでもさカドちゃんもつぐちゃんも似合ってたよ、わかる、え全然よかなこと、全然わかる、全然普通の可愛い髪型だった、だって自分夢がさ、うん、鏡ついてる人はギャグでしかないもん。えそれな、ん自分が言うのはいいけど人が言うのは違うじゃん、こういう時に使います、これ出た、ぜひ使ってください、親子丼ありがとうございます。もう私は高めツインの、 あの罰ゲームあったじゃん、マナヒナの時、あはい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 、でもそれで私は忘れない、なんかそれで私は高めツインしたんですよ。そしたらメイクさん、そうやってくれたメイクさん、ちょっとあまりにも面白すぎるから低くするねって言われて、かわいそう、ちょっとあまりにも変だからみたいな、なんか私はもうね自分から低くしたいですって懇願してそうなったんじゃなくて、メイクさん
がもうプロのね方がね判断で、うん、これは変だ、これをで公演に出すお金を払って見てきてくださるお客さんにこのこいつをもう見させるわけにいかないと判断されて、うん、低くされたのをもう一緒に思ってるので、もう、ね、私さそれで一回ガチギレ、うん、ガチギレ仕掛けて、私はこう高めツインテールになってなんかすごい不服だったの私は、うん、本当にもうでもゆなこがいるならまあ心強いかなって思ったんだけど。ゆなこはここだったの、もう本当に普通のツインテールで、私も本当にありえないと思って私だけこんな屈辱的なさ。でもゆめ似合ってたよ、似合ってないじゃん、全員言ってたじゃん、だってさメイクさんもさ他のスタッフさんもゆめのことは何も笑わなかったの、別に変だと思う、むしろ似合ってるよみたいな、えこの子はねこの子褒められてたのちゃんと大人の方に、待って またねとかおやすみなさい、待って終わっちゃう終わっちゃう、待って、あだるまにごめんなさい、ありがとう、ハートありがとう、だるまありがとう、ごめんなさい、おやすみなさい、あと10秒でおやすみなさい、ゆめたん喋りすぎだって、ほんとに言ってる、嘘ほんとに嘘、なんだ信じちゃった、おやすみなさい、ゆめこちゃん喋らなさすぎだって、あ、ほんと、ごめん。